株式会社インタークロスの代表取締役加山克美様より記念講演を拝聴したいと思います。加山先生のご経歴はホームページから書かせていただいております。お手元の資料でご覧いただければと思いますけれども、かなり波乱万丈な人生を送っていらっしゃる方です。その経験をもとにですね、現在では日本一過激な小企業コンサル講演家と名声を集めておられ、主催のセミナー交流会、九州ベンチャー大学経営人生計画セミナーや早期サロンは1000回を超えております。累計で、約1万人の方が参加されておられます。では加山先生、ご講演の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあどうも皆さんこんにちは、加山と申します。よろしくお願いします。はい、というわけで、私は皆さんと違ってですね、口だけで生きてますんでね口と書くっていうかですね、それで零細、自営業というか評論家、講師をさせていただいてます。ですけども、人生も楽しくて今しょうがなくてですね、この口だけの仕事もうまくいくといいですね非常にいいですね。いや、すごくいいですよ。もともとコンサルタントとかね、詐欺ばっかりじゃないですか。経済事件が起きたらね、大体新聞にコンサルタントって、横に載ってますもんね。半分以上が、あえて、どうですか、経営コンサルタントって言ったらなんか怪しいと思ってる人、一応遠慮せずに結構ですね。若い人とか、あんまりなんていうか、知らないでね、まだ騙されてる人多いですけどね、コンサルタントっていう、なんかすごいですねみたいなね。7割が詐欺ですね、実質ですね。詐欺っていうか悪気はないんでしょうけど、いいです。でも私の先輩の一番有名な人はですね、ドラッカーちゃんっていうのがいましてですね、あれも一応コンサルタントなんです。あれ世界初なんですよ、一応。でも大企業向けですからね、ドラッカーさんですね。で、私は零細自営業専門です。零細自営業専門ならですね、多分でも実は零細自営業専門の本がですね、今で18万部ぐらいですね、買っていただいてですね、多分この10年で一番売れてます、零細自営業向けではですね。はい、で、印税も1500万ぐらい、いただきまして、だけど10年で1500万ですからね。印税はだから毎年1年あたりはやったったの150万ぐらいですよ。もう全然ですから、直木賞とか、もう一つ何でしたっけ、芥川賞とかですね、ああいった人たちを取った人たちの日本ペンクラブっていうのがあるんですけども、彼らの平均年収どれぐらいか知ってるっていう人、檜垣隆ってやつがですね、暴露しましたよね、この前ね。300万以下なんです、年収300万以下ですね。やっぱり本って今1万部売れることまずないですからね。5000部でもよかったねみたいな、3000部もじゃ売れないですね。なおかつ4割が返品です。出版業界もずっと下がってますね。で、本よりもこう、ね、ネットで見たりとか、ああいった方にこう行ったりとかですね、いろんな意味であれなんですけど、ですからこの商売もですね、要はですね、本だけじゃダメなんです。印税はもう知れてますから、たった1割から 5% ぐらいしかありませんのでね。ですからこれからそっち方面をですね、目指される方もいるかもしれないですけどね、本を出すプラスあとはですね、講師、講演の仕方です。講演の仕方をうまくこう身につけるとですね、ですから皆さんとかだったら得意なのはですね、こうやったら、ジジババを騙して儲かるとかですね、例えばですよ、そしてシニアビジネスはこうだとかですね、例えばですよ、そういうのは、そういった演題というか、あれはね、絶対商工会とか JC さんとかでね、うまく話すとですね、依頼ありますよ、あります。ですから今週もですね、大分県商工会連合会さんというですね、商工会所の小さいところ、で3日で5箇所2時間ずつですね、回らせていただいたんですけどね、それでですね、どうですかね、その辺のサラリーマンさんの中堅新入社員の倍以上ですね、いただきましたね。たった3日で喋るだけでですよ。なんか結構真剣に聞いてますちょっと笑ってほしいんですけどね、知れてます。大体10万ぐらいです、1回あたり喋ってですね、この手のやつのトップクラスはですね、この前一緒に会場が一緒になったのがですね、本業じゃないけど桑田真澄ちゃんがですね、引退した後来てましたね。私たちの会場は200人で、桑田真澄の会場が1500人なんですね。
この野郎と思ったけど、で私は20万いただきました。私にとっては非常にいいギャラですね。で桑田真澄さんは1回喋って、私は2時間、彼はね結局1時間持たなかったって言ってますよね。45分で話がなくなって、その後サイン会になったって言ってましたけど、それで桑田真澄さんはいくらもらったって言うんです、講師料150万ですね。150万です。まあトップに それがトップクラスですね。星野選手さんが阪神優勝した後ぐらいですかね、が1回200万でした。で多分だから野村監督が今あの辺はやっぱ面白いですからね、ブツブツ言いながらぼやきながらもやっぱ中身がありますから、あ野村監督とは実は私がこれからちょっとだけ話しますけど、話す経営の私話を偉そうにさせてもらうんですけど、野村監督が言ってるのもこの弱者の戦略ってですね、王長嶋みたいな、ね、巨人とかああいったんじゃなくて、こう弱いチーム弱い人間がどうやってその、大手エリートとかかっこいい人間に負けずにやるか、まあ、弱者の戦略って実は野村監督もよく言ってます、るんですが、まあ、基本的にはそれと似たようなことをですね私も話しさせていただいてますけどね、まあ、今日まで非常に嬉しくてですね、私年間100回ぐらい喋ってますけど、多分100回喋ってるうちのですね少なくとも30回ぐらいは毎回実は私ホイールさんの事例話すんですよ最後に、まあまあそうですね。ですから今日は本家のところですね、こう後でですねどんな風に話してるかちょっとだけ話してみますんで、嘘言うなとかちょっと言ってくださいね、いろいろアドバイスをですね最後の方でちょっと忘れなければですね、でまあ今日はもうこれからこの後もうすぐ宴会ですかね、まあそれがメインですよね。で、まあ、前座講師ですから、まあ、固い感じはもうしませんからね、あれですけど、まあ、ちょっとアイスブレイクで、これ意外に大事なアイスブレイクなんですけど、人生で成功するには、まあ、人生イコール、まあ、経営ですね、商売、まあ、中小零細自営業っていうのは経営イコール人生です。人生イコールやっぱ経営というか仕事ですよ。やっぱり資本主義社会ですから、あの世界ですね、どこ行っても北朝鮮覗いたらですよ、資本主義社会っていうことはもうビジネス仕事ができないと、ね、家族の幸せ趣味も楽しくないですよね。やっぱり仕事でやっぱ成功しないといけないですけど、まあ仕事人生経営ですけど、で成功するには何が必要だと思います？もう何でも言ってください。人ですかね。人、こうやる仲間というか、まあなるほどね、確かにね、お前さんもあの専務の誰でしたか、あれは東野さんですか、がいなかったら今ないですもんね絶対ね、まあ社員第一号だったらしいですよね、生徒第一号兼、これは社員に生徒にしておくにはもったいないせいで、もうなんていうかパートナーにしたらしいですよね、なんかあのズーズーしさが良かったとですよね、いうことらしいです。まあそれを見抜いて、であれはもう3年目ぐらいにもう任した右子をですね、任してお前任せると俺もバイバイって、他の教室やるからっていうね、これまでさっき東さんから聞いたんですよね、これやっぱすごいなと思った、なかなかね任せきれないです、任せきれない、普通はですよ、その本人もよかったけども任す方もすごいなってですね、普通、まあ私なんかもこの仕事はしょうがないですよ、まあ、みんな自分でやってしまう職人が大半なんですけどね、任すってことなかなか難しいんですよね、まずかそう人いりますね、人、そういった、はい、他にちょもうガンガン言ってください、なんか、はい、執念、執念、なんといいこと言いますね、執念、もしかして日本電産の永森さんが好きですか、そうですか、日本電産って知ってるっていう方、日本電産、最終エンドユーザー商品作ってないんでみんな知らないんですけどね、実は小型モーター、例えばパソコンとかのハードディスクっていうのはこう回ったりしてますよね、駆動用のあれで世界シェア8割です。で京都本社です。でまだ初代でまだ65か7歳ぐらいですからね、まあまだ若いですよね。でもうすぐ1兆円なんですよ。で多分まあそれぞれの業界で言ったら松下幸之助さんがいました。でその後は、稲森さん、京セラなとって言われてますけどね、多分もしそういう位置づけで言ったら日本電産永森さんと言われるような人なんですね。だから勉強好きな
あの社長連中の中高年以上の社長連中の中では日本電産長森さんって言ったらもう名経営者ということで一部ではこう有名なんですけど30社ぐらい買収して全部黒字転換をですねしていった、まあ、ものすごい職業訓練大学校卒業のあのすごい経営者なんですが、その人をあその社名が、社税がですね社税、情熱熱意あ執念これ社税なんですよ情熱熱意執念順番逆になってますよね。これが1番2番ハードワーキング今時ですねわーってあともう一つ何でしたっけね、情熱熱意執念ハードワーキングああ3番がですねすぐやる必ずやるできるまでやるってですね、もうなんか昔の昭和の時代の軍国みたいな感じですけどね、まあ、こんなこれが本当に今の社税なんで一部上場企業に なってますけど情熱熱意執念だとハードワーキングなんだとまあいやもう長時間労働するしかないったいとあとはすぐやる必ずやるできるまでやるってですね、これがまあ社税になってましてですねですから定期的にですね労働基準局から査察受けてですねあのバッテンをこうされてますけどねあのこの前、まあ、見せしめですよ見せしめ、まあ、一応東証一部上場企業ですからねあんまりいや本当はそんな関係ないですよやっぱ勝つには人の2倍というか 1.5 倍というか3倍ぐらい働かないとですね、勝てないですよね、あの商売私が思うにはやっぱ殺し合いと思うんですよあの共存共栄もありますけども、やっぱり例えば日本の場合ですねやっぱり市場が全体的にはですよあんまり私市場とか景気なしたくないんですけども、いわゆる全体的にやっぱりどの業界もいわゆる国内市場っていうのはこう小さくなっていってますねまあしょうがないだから小さくなったパイをやっぱり自分含めてライバルで取り合いなんですよやっぱこれあの私世界一周したんで思いましたけどねケニアで草食動物がまあまあ食われてるわけですトラとかこういうですねでまあ日本以外のいわゆる途上国がずっと回るとですねまあ例えばこうブラブラ歩いてるとジンバブエで歩いてるとまあ漏れなくこう夜7時過ぎたら漏れなくバンと襲われて取られるわけですよああ取られたなとあ虎が来たなみたいなね感じなんですけどまあそれもねまあしょうがないんだと思うんですねああいった失業率が 97% の国ではですね、豊かな国から来た観光客の方からちょっといただくとまあそれがいわゆる一般的には強盗と言われてるんですけどね、まあこれはしょうがないんだという動物世界でみんなそうだしで経済活動というのはそれは合法的にまあ取ってるわけですよ取ってるわけですで例えばまあ分かりやすいやりで言ったら、駅前のこうのんびりだらりにしてたですね努力もしてない、商店街の近くんですよちょっと近くにイオングループがバンと来るとですねまああっという間にこう潰れますよね半分以上なくなりますけどまああれ殺されたわけですでもそれはしょうがないエンドユーザーから見ると、昔は良かったそんな、ね、昔の商店街だけど、ね、接客しながらタバコ吸ってるし汚いしの賞味期限過ぎてるやつ置いてるし笑顔ないしいい加減出したそら客から見たらそら同じ商品サービスだったらそらちゃんとしてる笑顔もあってね、気持ちのいい商品も鮮度がいい買うのはもう当たり前ですね当たり前ですよね、だからまあ負けたわけですよねでも経済っていうのはまあ一般的にそうですよね、まあそんなね私から言われなくてもそら分かっとるわいという感じなんですけどだから勝たんでいかんこれはだから情熱です執念持ってハードワーキングやってですねすぐやる必ずやるできるまでやると、まあ感じですよね、ああもう一人でなんか興奮してしまいましたけどはい他になんか必要な方もう言ってくださいどんどん言ってください思いつきでもう言えば全部正解ですからなんか金まあいりますねもう当たり前ですそらまあないとですね資本主義社会ですからねいりますはい、成功するに必要なことはいもっと考えてください理念理念おどなたかいらっしゃいああさすが、ね、理念いりますね何のために、はい、理念というのは他の言葉で言ったら何でしょうかおもしかしてホイールは理念は、はい、何でしたっけ地域の方に居心地のいい時間と空間を提供するあすごい、まあ、実はもろにもうその通りですねあ今の USP ってやつですよ、まあねウップウップじゃないや、まあいいやまあ他と違う差別化をですねビシッともう一言で言い表してますね実はね
あでも普通に聞いたらわからないっていうのがいいですね多分ねその意味がねおなるほどなるほどさすがあ経営理念とかいやですね、まあ理念というのは、イデア、天命使命というかですね、商売通じての役立ちみたいな大義名分みたいなやつですよ、松下電器さんあたりが多分大企業系で早かったと思うんですけどね、何のためにっていうのはですね法恩なんとかの精神とかあすみません前さっき松下出身の方で今20店舗やられてる方どの方でしたっけ東京の社長ああそうねあれ何でした法恩なんとかの精神でしたっけ松下感謝法恩の精神感謝法恩ですかねあの精神みたいですねでも他にもビシッとありますもんね松下さん釈迦もありますよねありますよね、うん、ああいったやつはねやっぱないよりあった方がいいですねやっぱですね、差別化ってあすごいですねそんな言葉が出ますかなかなかこれ出ないです差別化っていうのは成功するに必要なのが差別化ああすごいですね、うん、でどうでもいいですけどあの一応経営理念のやつ経営理念みたいなやつですよあの社会のためにとか、なんか一応なんか作ってるって方おられます何でもいいですよおっ何ですかあうちですかはい長野で一番笑顔とありがとうが集まる場所にしましょうおーそれはな渡美の社長を真似したは違うんですか最近で ありがとうを集めるってね結構流行ってるんです一部で流行ってますけどねまあそれ多分一番そういった意味では目立ってるのは渡美の社長なんですけどねありがとうを集めることが、うちの商売だみたいなねありがとうってねいいサービスをやってあ今日はうまかったありがとうってねまあいろんな意味でありがとうを提供するありがとうを集めるって言ってますあれの元祖はですねこれはもうちゃんとね言っときますけどね、ワタミがパクったのはですね福岡のラーメンの一風堂のありがとう俺たちの仕事ありがとうなんだとこれをパクったんです、今度本人に会ったら言っといてくださいパクるなお前福岡をみたいですねもともと一風堂の社長は、まあ、私たちの勉強会の仲間ですからねまあいろいろあって仕事も大失敗して実は逮捕されて牢屋にも入っていたようなことがあってそこから大逆転して今やまあ職人系のラーメン屋では世界一ですねあのインスタントじゃないやつではですね麺もスープも全部自家製ですから、こだわり系のところですけどまあすごいラーメン屋がまあ親友だったりするんですからねあの社長とはもう20年の付き合いですけどあの社長はもう10年以上前からですねもっと前からですね商売ありがとうなんだってね2004年ぐらいからまあ、だから10年ぐらい前からですねそれをもう経営理念にですね中心にまあそれは現場はそのラーメン いらっしゃいますありがとうございますといい接客というこう先日は現場でやってますけども何のために俺たち商売やってるかって言ったらありがとうなんだとありがとうを集めることなんだとそのでお店に入ってくるでいろんな人がこう昼飯、まあ、食うとでもうね A としては腐ったらとむしゃくしゃしてた状態で店に入ってくるとで B はこう幸せだって入ってくるとで C の人はまあ別に普通だとで入ってきた時に俺たちがねラーメン提供して、で変な接客サービスとかやったら、ね、ちょっと親指入れて出すとかもう笑顔もないとかまずいラーメンを出すただこうイライラしてた人はまた金ある腐ったらがもう倍増してですねもう秋葉原殺人事件になってしまうとかでは例えばですよでまあウキウキしていた人も変なサービス来るとああこの野郎とで普通の人もああこの野郎みたいなねこの人がまた周りにこう変な散らかしてしまうと変な気を巻いてしまうとだからねたかが1枚のラーメン出すんでもね一生懸命やらんかと最高のラーメンを出して最高の接客、ね、だからラーメン一風堂とか入るとまあ店によりますけどねいらっしゃいませ今日はお客様、ラーメン片面何されますかとかですね、ちょっと時間ありそうだったら暑いですね今日はとかですね、まあ、ちょっとだけあんまりやるとね嫌がられますけど、まあ笑顔を出して、一生懸命でありがとうございますってこう、ね、声も出して来た人をとにかく美味しかったプラスあいい接客だなという感じで来た人をねもうあウキウキワクワクと、ねまあ、クソったると思った人もあなんかんいや気分良くなった午後から頑張ろうかなとかそしたら周りも良くなるとね俺たちはそういう趣味があるったいとだからそのなんですかねありがとうなんですありがとうねありがとうと元気と笑顔あ笑顔ですねありがとうと笑顔を伝えるのが俺たちのラーメン屋のね使命なんだよこの野郎みたいなですねそれは研修でですね一生懸命こうやってましてですねだから研修もこう見に行きましたけどねなかなかすごいですよこうお客さんがこう出る時にですね、
まあね、まあ、本当ね、まあ、お客さん出るときにあれ出したって、まあ、言ったりしますよね。厨房から店からどうもあれ出したって言ったりします。だけど本当はこうお店でこう外に出て、いや今日はどうもあれ出した、またよろしくお願いしますみたいですね、本当は店の前まで出て今日はあれ出したと本当は言わないといけないんだと、だけど申し訳ないと、一応まあ繁盛店系だからなかなかお店まで外に出てまでありがとうしたと言えない、だけどまあね、お客さんの背に向かって申し訳ないけどもありがとうございましたと、違うと、そんな言い方するんじゃないと、ね、お客さんが歩いていると、歩いていったらありがとうございましたじゃなくて、ありがとうがこうありがとうございましたでこう前に立ってペコッと言うありがとうって言わんかいと、この野郎と。ちょっと面白くなかったですか前だからありがとうございましたじゃなくて、ありがとうございました待ってこういうありがとうは言えと、 ありがとうございましたじゃなくて、ありがとうございましたと前まで行ってありがとうございましたってね、ペコッと頭下げて今日はありがとうございましたというふうなありがとうの言い方をしろというふうにですね、まあいやあれですよ、フォースを使うんだと。フォース、あのスターウォーズのですね、あるじゃないですか、気が超能力を使えというふうに、もちろんそれは冗談ですけどね、それを研修中にもですねこうやってましてですね、あちなみにですね、どうでもいいですけど、ラーメン一風堂の正式社名はですね、力のカンパニーっていうのは株式会社力の、はい、これ何て呼ぶんでしょう、まあ普通源ですよね、これ一応ですね、まあ、力の元カンパニーね、なぜこんな変な社名になったのか、いやですね、この河原さんがですね「スター・ウォーズ」が大好きで、でこう最後ピンチになった時にあのヨーダが出てきて、「ルーク、フォースを使え」って言うんですよ。ただフォースにですね「力の元」って日本語が振り仮名が打ってあったと、これだと、それで会社名が「力の元カンパニー」っていうですね、まあラーメン一風堂なんですけどね、一風堂行ったことあるって言った、一風堂食ったことある人、ああでまずいと思った人、どうですか、まあまあ、いや行ったことないです、まあまあ美味しいと思いました、なるほどね。接客とかはいかがでした、素敵でしたかね、ああですね、まああそこですね、実はこれ結果論でしたけどね、まあ後で話す戦略の話で言うとですね、あそこがですね実は日本で初めて女性が一人で入れるラーメン屋なんです。これ創業者から聞きました。元バーをやって大英のサラリーマンをやってて横領を働いて800万盗んで商品を横流しして、それでまあ逮捕されて牢屋入って、で出てきたのが26歳7歳まあ一旦もういわゆるキャリア人生終わりですよね。もうサラリーマンさもうダメじゃないですか基本的には。まあダメってことないんですよね。でまあ脱サラするしかないなと、でバーを始めてバーを大繁盛させたんです。もう、なんていうかこれ失敗させたらね、もう牢屋入ったらもう新聞に報道されたから、脱サラも失敗したらおしまいだということで死ぬ気でやりましたね。でバーを成功させて、まあそれから2店舗目でラーメン屋をこう始めるときにバーも、ね、女性だらけだったと。でラーメン屋俺がやるんだったらやっぱり女性に来てもらいたいと、ああいうことをいろいろ考えてジャズを流したりですね、お店もこうきれいにしたり、まあ、汚いのがうまいラーメン屋だったのをきれいなラーメン屋にするとかですね、あとバイトも、まあ、ちょっとなるべくイケメン系ですね入れて、で笑顔とありがとうございました、いらっしゃいませ、まあ、ちゃんとしようと、ね、博多のラーメンっていうのはうまい店っていうのはタバコ吸ってて競輪競馬昼はやっててうーって言ってもう野郎ばっかりで、もうとてもなんかもう女性が入れないようなとこばっかりだと、これは買いたかったわけですね、まあ差別化ですよ、顧客は誰か、ドラッカーを見ても顧客は誰なんだ、自分のお客は誰なんだです、ね、来れば誰でもいいじゃあダメなんですね、やっぱね、それは大企業チェーン店は誰でもいい、スーパーもそうですけど、まあ、中小零細事業はやっぱなるべくやっぱ絞るべきなんですね、絞るっていうのは大手に勝つためには大手が誰でもやります、だったら我々中小零細はやっぱ絞らないといけないですね、商品もそうですけど客層も絞らないといけないということなんですけどね、まあ一風堂はね本当素晴らしいですよ、ぜひ本たくさん出てますんでね、一冊なんか読んでほしいですね、で一番いいのはですね、私の九州ベンチャー大学という勉強会20年間ですね、もう小さい勉強会も入れたらもう1000回実はこう20年間やって、でもお前さん前来てもらったんです、
なんで田舎でそんなパソコン教室が成功してるのかみたいな話してもらって、まあ衝撃でしたよ。なるほど、こんな発想があったのかみたいなですね。まあそこにも一風堂の社長が2004年に話したやつがあるんですからね。これ最高の DVD ですね。それは買った方がいいですね、私のサイトからですよね。まあまあそれはいいとして、ですからそうですね、はい、あ、もうちょっとなんか成功するのに必要だと思うこと、はい、なんかもう次々出ますけど先生どうですか他に。チャンス、あ、チャンスありますね。チャンス、まあ機会ですよね。でチャンスは、まあ、機会って言いますけど、まあ、私もちょっとあの3年だけですね、まあ、バイト社員ですけどいたリクルート社っていうですね、あそこはやっぱすごかったですね。今考えても8社私サラリーマン経験しましたけど、あの会社のバイトだったけど3年間がめちゃくちゃやっぱ大きかったですね。あの会社は素晴らしい、あ、今でも本当思ってますけど、あの会社のシャズがですね、自ら機械を作り出し機械によって自らを変えよっていうですね、これよう考えたらすごい言葉でしたよね。自ら機械を作り出しその機械で自らを変えよっていうですね、待ってるんじゃないんだと、自分で切り開くんだっていうですね、まあもっと簡単に言ったら行動ですよね。行動すれば次の現実っていうですね、私の、まあ、親友の石原明というコンサルタントも言ってますけど、そうですね、チャンスはだから待つもんじゃないですね、自分で切り開くもんですね、この関連で言ったらですね、よくですね、成功するには運が必要だと、これもよく出てきます。今日はまあ今のところ出てこないですけどね。はい、で運はですね、松下幸之助さんの弟子がおられますんでね、あの言いにくいんですけどね、松下幸之助さんは成功に占める運の割合が何割だと言ったと思いますね。どうですか。9割かな。2割とか、ね、まあ人によって全然違うんですけどね、確か9割って言ってますよね、まああとは素直とかですね、実は熱意、なんと一番最初に幸之助さんが言ったのがですね、熱意だ、情熱だって言ってるんですね。あんなひょろ結核でね、兄弟全員自分以外全部死んだのんですよ、体も悪かったですね、情熱熱意が一番って言ってた、素直、で、なんですかね、運っていうのは、まあ、別なところで言ってましたけど、いや成功に占める運の割合が9割だって言ってました、だから努力してもね無駄なんですよ9割だからまあそれは嘘ですよ、それは嘘です。まああの方はね、あんな感じでもう大成功されましたから、いや私なんかが成功したら運が良かったんですよと、という意味で9割ですと言いわけです。あれはそんなことない、もう努力が 99% ですよ。まあでもある程度うまくいった方っていうのは運です、運が良かった、感謝なんですってね言いますけど、あれ結構本心で言ってますよね、本心で言ってます、それはもう私なんかの実力じゃありませんという感謝。うまくいった後の人っていうのはですね、なぜ成功したんですかって言ったら、いや運が良かった、感謝ですと言いますね、で本当のこと隠しますね、隠してますね、運が9割とかね、感謝9割とか言う人は、大成功した人はね、みんなその世界に行きますね、行きます。でもそれは確かにそうなんですね、うまくいったら周りのおかげさまありがとうございました、失敗したら私が全て悪いってですね、これはもう正しいですね、本当正しい。だから景気が悪いとかですね、この業界とかですね、言ってるやつはもうアホですねサラリーマンはそれでいいんですよ、まあ、世の中9割マスコミもそういった論調ですからね、政治家含めて誰かのせいに従うっていうのはまあいいんです、それはそれで視聴率が上がるんでしょうがないですけど、自営業経営者ですよ、それはもう全て自分の責任ですね。震災がもし起こって教室壊れても全部自分の責任ですもんね、ほんなら震災の責任とか海地震の責任は関係ないですね、関係ないですよ、もうやるか自分がやるかどうかなんで。だからそういうね、私は実は大前さんがこんな見えてですよ、実はですよ、この情熱熱意執念系のですねお勉強なんかしっかりね実はしてたりしますもんね、そういった本とか教材とか、そっち系で言ったらですね、まあ、古くはノーマン・ヴィンセント・ビール、フィールとかナポレオン・ヒルとかですね、マーフィーとかですね、なんですかね、研修会社で言ったら近いのが日総研とかアチーブメントとかですね、自国の特訓とかですね、まあ、プラス思考中村天風とかですね、さっきの斉藤ひとりさんなんかも、まあ、プラス思考系があったりこうしますんでね、斉藤ひとりさんの癖、まあ、日本一の一応高額納税者でもやってる方は怪しいスリムドカンっていうですね怪しいです、商品はあれは本当全部怪しいですけど、
あの実は斉藤一人の一番弟子が福岡にいまして、長松っていうですね、まだ若い居酒屋やってる人間が実はよく遊びに来るのが私の事務所なんですよね。ありがたいんですけど、でいろいろ聞きましたけど、ついてる感謝します、ありがとう、すいません、これを1日49回以上言うと人生幸せになるよと、さね、でしたっけって言ってました。斉藤一人のこと言ってましたよね、さっき、うん、ついてる感謝します、ありがとう、すいません、これを1日49回以上言うと幸せになりますと。お、松下さんの弟子がメモしてますね。なるほど、あ、そこメモしました、まあ当たり前のことですからね、ついてる感謝します、ありがとう、すいませんってですね、まあ49回なんでかなと思って、この前その長松弟子に聞いたらですね、うん、あれはなんか宿泊とかね、うん、まあちょっと意味があったりするけど特に意味はありませんとかね言ってましたけどね。あ、そうなんですよ。私一応あの評論家としてですね、傍観者として20年で中小零細事業の勉強会とか、例えばこんな時はまあ広く浅くですけどね、この後のお話とかでも1万人ぐらいとはですね確実に接してきました。今も評論家としてはですね、なかなか私いい線いってるんだろうなと思ってるんですけど、自分で勉強会も実は来週も今月も4回もですね、いわゆる経営者招いた、もうガチガチの濃い1回あたり4時間以上ですよ、1回あたりもう経営のことばっかりですからね、その勉強会今月も4回やるし、まあ、それ1000回ぐらいやってきて、外でも1000回ぐらいやってきてますんでね、成功し続けてる経営者はね、ある程度やっぱ共通点あります、その一つがですね、まあ、例えば私みたいにこう今はね、いかにもこう情熱系みたいな感じですけど、例えば大前さんなんかどこに情熱があるのみたいな人に見えません？なんか、まあ、私なんかこう分かりやすい赤い炎みたいなバーンみたいな、まあ、実は青い炎なんですよ、チリ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 ずっとですね、東野さんでしたっけ、ナンバー2の東野さん、はい、実はそうでしょ、はい、チリ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 、いや実は燃えてますね、中身は燃えてますか社長燃えてますか、うん、まあ分かんないですよね、まあいやタイプいろいろなんです、こうバーって出すタイプとこう内に秘めるタイプとですね、まあ完璧に内に秘めるタイプなんですけど、まあそれも含めてやっぱ情熱熱意執念みたいなやつ、あとはまあプラス思考ですよね、何かあってもプラス思考、なんですかね、うわーもうオレンジジュースがもう半分しかない、これ事実ですけど、もう一つの事実は何でしょう、まだ半分もあるですね、同じ事実を見てプラスにこう捉えられるかどうかですよね、もう半分ないと半分ないとマイナス思考になったらもう努力行動しなくなりますもんね、でもこれね本当それだけのことですけど、全てをそれで捉えられたらもう本当それだけ人生も成功しますね、本当しますわ、まあ何かあったらもうマイナスの面ばっかりこう捉えてるような人はね、残念ながらですねやっぱダメですね、まあダメですけども、いいリーダー社長のもとにつけば引っ張り上げてくれますんでね、うん、そういった人はねやっぱいい、それいい意味でそういった上司リーダーに恵まれるかどうかは、そう自分がダメな場合はどっか入る、もしくは師匠を持つとかですね、やればいけます、我流はね実はなかなか難しいです、ほとんどの人は意外にですねすごい経営者でもですねやっぱ師匠を持っていたり、それなりの勉強会に入ってそこ行くと気合いもらえるから毎週あそこ俺行ってんだとかですね、まあ私の場合は朝6時半に毎週水曜日やずやのですね創業者はもう死んだんですけど、そこで勉強会ですね毎週やってて、今も私そこ行ってます。でその勉強会はまさにこっち系の勉強会な、成功哲学の、成功哲学系のですね勉強会でして、その勉強会では戦略とか戦術とかマーケティングでは何もないですね、もうこっち系の話ばっかりです。私が言ってるところはですね、これはまあ賛否両論なんで、ね、あんまり言いたくないんですけど ね SMI っていうですね教材、ポール・ジェ・マイヤーさんっていうナポレオン・ヒルとかマーフィーさんとか同じようなアメリカの古典の一人の本と教材を使って、まあ、毎週2時間勉強会、まあ、やってますけどね、まあ、夢を書いて、鮮やかに想像し熱烈に臨み心から信じ魂を込めた情熱を持って行動すれば 何事も必ず実現するっていうですね、まあ、これがもう簡単に言ったら教えのエッセンスなんですよね、まあ、そういうこう夢目的目標プラス思考系、これがまあ、これ私これ夢系って呼んでるんですよ、夢系の資質もしくは能力っていうか知識っていうかですね、これが成功の3分の1占めますね、経営者の
3分の1してみます。であとはですね、まあ、ちょっと人とか金とかこういうの出ましたけど、まあ、これは当たり前ですけど、でも意外に、勉強してない、私もしなかったんですけど、戦略戦術ですね、ノウハウです。ノウハウ、これはやっぱ3分の1ですね。まあこれは当たり前ですけどね、やっぱ商品がダメならやっぱダメですわ。なかなか気合がいくらあってもですね、ボロ商品だと無理やりそれを気合で売るっていうのは詐欺商法って言いますよね、これね。うん、私ね、斉藤ひとりさんも詐欺の一種だと思ってるんですよ。あんな商品健康食品、化粧品、まあまあその業界自体が実は詐欺だったりしますけどね。健康食品、化粧品業界ですよ。まあ中身はもう資生堂なんかも有名ですよね。原価1割以下、一番かかってるのはあの容器代に金払ってるね、意外、あと CM 代に金払ってるようなもんなんですけどね。まあまあそれはそれで一つああね、これやったら私も綺麗になれるかしらっていうのにお金払ってるという感じですかね。どこですか今資生堂金棒。私オルビス。オルビス、はい、あの通販の、ああ騙されてますねやっぱり、ね、あそこ CM うまいうまいですよね。うん、いやいいですよ。もう私元広告代理店なんで一応そういった目でも見ますけど、うん、あそこはうまいですね非常に。まあでもそういうこう、まあ、夢幻想も商品だったりしますもんね。それ含めてですね、はい、それでやっぱ精神的に豊かになるんだったらもう十分、実はちゃんとした商売。斉藤ひとりさんのところはですね、あそこはまあおばはんばっかりじゃないですか。おばはんばっかりで、まあ私相当実は勉強してあれしましたけどね、あれはね一種のね宗教ですわ。まあいい宗教ですよ、うん、斉藤ひとりさんが言ってることは、あれは師匠は小林正観という人で、この前去年死にましたけど、当時ですね私も実は両方ハマってたんです10年以上前。今も嫌いじゃない、全然教えば言ってることはですね、あれブッダが言ってることを非常に分かりやすく言ってるんです。だから正しいに決まってるんですよ、はい、いや本当は騙されたと思って斉藤ひとりさんの本とか CD とかですね、まあ経営ノウハウないんですよ、全然ない、ないけどもあれはいいですよね、めちゃくちゃいいですね、はい、でも商売ノウハウないんで、それは別途勉強しないとですねいけないですけど、ああなるほどなと、結局ブッダの言うことを分かりやすく話して、まあ、絶対みんな気持ちよくなるん でついでになんかスリムドカンとか化粧品をね、ついでに買ってるようなもんです、教え代の代わりに、うん、あれはあれだね、ありです、一つのやり方としてありっていうか、まあ、私はむしろね、ああいったいわゆる宗教経営ってね大事だなと思ってるんです。物だけだとやっぱ限界ありますんでね、物以外の、いやそこへ行けば幸せになれる、あ楽しいとかですね、もうだんだん保有の世界に入ってきましたけどね、実はそれが商品だったっていうのはね、もう結構衝撃で、でもそういう目で見ると実はうまくいってる会社の何割かはですね、いわゆるホイール的な経営でうまくいってる、これ大企業できない、それは後でねちょっと言いますけど、そのもう皆さんも分かってるからこんなところ今日も来てると思いますけど、戦略戦術、うまくいく大枠の戦略と現場の戦術ですね。からも業種によってはですね、実はちゃんと検索すればアマゾンとかでですね、各業種ごとのちゃんとうまくいくノウハウまあ、もう出てますね、もうオープンされてますわ、ただ、まあ、ざっとですね9割ぐらいやっぱすごい行き着いてないんで、我流でずっとこうやってるような人が多いんで、でもそれはそれでちゃんともう作能的にですね、うまくやってる本、教材、セミナー、勉強会、あとはうまくいってる経営者を見つけたらですね、もう素直に会いに行って勉強すべきですね、でそれは気合とはまた別です、気合とは別に作能系ですね、これがやっぱ3分の1占めます、やっぱ成功ので。実は松下さんも、うん、さっきの日本電産の社長もそうですけど、当たり前ですけどね、ちゃんとした商品、ちゃんとしたこう国内戦略とかグローバル戦略とか、それはあったんで成功したわけですよね。単なるあんた、うんと感謝とありがとうと執念だけで成功するはずがないですからね、はい、ない、まあだから両輪、まあ商売だから当たり前ですね、まあ掛け算ですね、これが。でもう一つの掛け算、これが私が発見したですね、これがないと失敗するんですよ、感謝ですね。ああ、これがね経営にないんです。経営学にないんです。MBA にもないですね。経営戦略でもないんですけどね。ずっとこう見てると、まあ要はですね、ある程度まですごい欲望、欲求、執念、ものすごい熱意があっていい商品、だ戦略的にもいいよね、正しいよね、すごいよねというのがありながら、パタッとこう倒れる会社がやっぱ出るんですね。実は私の本にも書かせていただいた、これ10年前の本でなんですけど、当時まあすごかった会社、福岡の零細自営業、まあ、中企業を中心にですね取り上げたんです、まあ、ざっと50社ぐらい取り上げましたがね。で10年経ったらですね、この中の結構ですね、私が大々的にこうすごいだろうってね事例を挙げた、まあ私両方ともそこ関わってたんですけどね、その2社が倒産ですよ。
まあ、一社民事再生で、まあ、今やり直しがまた大成功してるんですがね、これはホームテックというリフォーム会社ですけど、たった創業前から付き合って、まあ、一生お手伝いさせてもらって、たった8年で70億いって、おこれいけると思ったら翌年倒産、民事再生ですね、まあ、やりすぎです。でもう一社も寿司の宅配でグワーって20億いって、上場準備入って、それで倒産。だからね、まあ、その会社もその他もいろいろあるんですが、まあ、これがないとダメになる一番いい事例、ちょっとね申し訳ないですけどね、ここの元の経営者大英ですよ、ね、長瀬さん、あの人はね感謝なかった。これもいろんな業者さんから、出入り業者さんに聞いて、もう元社員からも聞きました。確かにもう調子乗ってたと、ね、ですから今、ね、出入り業者にバカ野郎と、安く喧嘩この野郎と、安くしろこの野郎みたいですね。あと平気で返品をガンガンやってた。ですから八百屋さんからしたらですよ、まあ、同じ、ね、素人が見たらわからない、いや、キャベツがで、こっちはいいんだよね、こっちね、もう実はね、すぐ腐るんだよ、これが。素人が見たらわからない、うーんと、この腐りそうなやつは、もういいや、ダイエー入れとけみたいなね、どうせあいつらは、まあ、足毛にして俺たち業者をいじめて、金も払わんときもあると、いいんだ、こんなの、ダイエーに入れてたかいみたいな、これはいい、いいね、これはいいね、これは伊藤よかどうさまね、入れとこうみたいな。あの同じ1割引き1割原価を安くしましょうと言った場合、大英は安くせえ、ね、お前らがしろみたいなね。ヨーカドー様はすいません、こういったご一緒あの、ね、デフレとかいろいろあるんで、どうやったら一緒にこう1割ダウンできるか、すいませんがあのミーティング話をさせていただけませんかみたいな、まあ、極端に言ったらですよ、そういった姿勢だと全然違うと、そのサントリーとかメーカーから見てもということで、ね、あの多分主婦の方とか分かっていったと思うんですけどね、ダイエーはなんか物が悪いと、多分あの潰れた前後ぐらい20年ぐらい前からですね、多分そうなっていったと思うんです。それは私の師匠が言うようですね、ダイエーは出入り業者に潰されたって言ってますね。なるほどみたいな感じですけど、まあ、それとあとはですね、いわゆる、まあ、今日はまあ、あんまり言わないかもしれない、弱者の戦略ミスです。完璧な戦略ミス、具体的に言ったらですね、ダイエーさんとローソンさんは、全国都道府県に全部出しました。で全県達成ってやってましたよ、例えば同じ2兆円の頃に、同じ2兆円の頃に伊藤よかどーセブンイレブングループは、私がこの本書いた10年前なんかは名古屋にもまだ店がなかったんですよ。同じ2兆円なのに伊藤よかどーグループはほとんど関東一点集中です、で九州もない、何もないですよ、同じ売り上げなのにこっちは集中出店、こっちはもうバラバラバラですよ。どうなるか、もう配送コストめちゃくちゃ、スーパーバイザー本部からの指導もめちゃくちゃ、時間かかりまくり、でまあそれで潰れたんですね。これはまあ実は戦略の中にちゃんと地域戦略の中にあるんです。バラバラ出すと潰れるっていう法則がありましたね。法則っていうか、まあ、今言った通りですよ。バラバラ出したら移動時間が多くなりすぎて無駄で潰れるわけですよね。で横友さんはなんと私たちのですね、ランチェスターの弱者の戦略を、私たちの先輩の先輩コンサルタントの田岡信夫さんからちゃんと40年前に学んでましたから、で当時伊藤よかどーが業界第7位、ダイエーがもうすでに三越抜いてた頃ですよ、だから我々はこんな真似をしたらいかんと、弱者の戦略を選んでいかん、弱者の戦略っていうのは全国制覇じゃないと、各地域を少しずつ抑えていくんだと、この狭いエリアでナンバーワンを作っていくんだと、これナンバーワンできたらすぐ横の地域に行ってやっぱナンバーワン作って、少しずつ行くんだと、バッて手を広げたらおしまいだというのをちゃんとね勉強してたんですよ。で中渕さん何も勉強してなかったんですね。というのと、あとは調子に乗ってバカにして感謝がなくなって潰されたって感じですね、ホリエモンもコムスンもグッドウィルももうみんなこのパターンですね。もう感謝がなくて潰れるんですよ、ですからホイールも大丈夫ですか。あ、今日は感謝のせいでなるほどね、あこういったようやるところは OK さ、OK、あ実はですね、まあね、私も大好きなやずやさん、で今つい八津屋さんって言ってしまいましたよね。福岡でですね、明太子の福屋さんと仏壇の長谷川さんと石村万世堂というホワイトデーを作った今の3代目の和洋菓子の社長さんと八津屋さん、これは4代3をつける、3をつけるというのは、まあ、地元から見てもありがとう八津屋とかですね、ありがとう福屋、まあ、地下鉄に乗ったらですね、明太子福屋の、寄贈したあのゴミ箱がバンバンとあったりですね、暗い夜道にですね、仏壇長谷川寄贈のこう明かりがあったりですね、ありがとうみたいな、ね、感じなんですけど、まあ八津屋は実は痛い目に昔遭いまして、実質倒産みたいなことがあって、まあ、そこから44歳からですね、たった1枚、まあ、今日もちょっと持ってきてますけど、経営計画書ですね、
経営計画書1枚ですね、書いたのがきっかけになって44から大逆転が始まりましたね。44の時年商6000万、社員3人、自分嫁さん含めてパート1人、で赤字2000万です、借金が。で給料取れなかった。44歳の時、30でやって44でその状態だったんですよ。ところがやっぱり、ね、出会いとかなんかあるんですね。まあ、やぜやの場合で言ったらですね、中小企業家同友会っていうですね、まあ、経営者零細自営業の集まりです。そこの勉強会でたまたま出た経営計画セミナー、ここでまあ9歳の創業者がまだ小さい頃でしたけど、まあ、出会いまして、1週間の経営勉強会の時にまあいろんなことがありましたね。でまあ1枚だけ夢、自分の人生の夢とか経営の夢を1枚だけですよ、その時は書いた、書いて発表してやりますと。それがなんと1年後にですね、当時6000万の年商が1年後に2億になった。これから2億 1.5億、まあちょっと下がったりして、まあいろいろあって、でそれから5年後にですね、それまでは単なる仕入れ販売だった、人の商品を売ってたのがですね、5年後にいわゆる自社開発オリジナル商品をですね、初めて洋上を浴びるっていうのを開発して、まあそれを当てて一気に14億で、今400億ですね。また14億の頃から付き合いがありましたね。はあ、なるほどなと。情熱に執念、安住さんはこれも大好きでした。もう成功哲学教材たくさん持ってまして、今もだからやぜやでこの勉強会を毎週朝6時半からやってる。私も15年参加してるわけですけどね。で戦略経営の勉強会ですね、まあ、私たちの先輩コンサルタントですね、石倉定さん、聞いたことあるっていう人、石倉定さん、おなんで本読ん持ってる、持ってはいない。高いです。高いですね。そちらは持ってない。持ってない。そちらは買ってない。買ってはいない。お前さんは？ほとんど持ってます。まあ実はね、お前さんはねこっち系のやる系で、まあこれも賛否両論の教材ですけどね。ナポレオンヒルっていうですね教材、何百万が持ってますよね。まあいいや、中古で買ってるからね、ヤフーオークション最初はね、まあ別にそんな聞かなくても、成功してる社長たくさんいますけど、まあまあやればできる夢目標は成功哲学系の定番の一つだったりしますけどね。まあ本でいいんですよ、大体言ってること同じですから。何十万の教材と高いセミナーと1500円の本の、いい本の場合はもう大体同じ内容ですから、中古でもいいと思うんですけど。で矢部さんはこの戦略やる気はそういったところで勉強して、で戦略系はですね、実はその当時の指導者だった救済の社長がこの石倉さんにハマってましてですね、でなんとこの石倉さんの指導の中心はですね、こう弱者の戦略なんですね。素晴らしいですけど、あとは掃除だと、掃除が大事なんだと、あと弱者の戦略だと、あとは何ですかね、経営計画書を書きなさいと、あとはですね、お客に回れ、お客を回れ、123、これが4つですね。弱者の戦略だと、掃除だと、はお客を回るんだと、現場を回れと、分からなかったらお客に聞くんだと、自分で考えるんだと、お客に回れと。いや営業マン、インストラクターが担当いますから、じゃあダメだと。やっぱオーナー自らたまにやっぱお客さんと本音をね、いろいろこう聞くべきだと。迷ってうまくいかないんだったらお客さんに聞けと、これはずっと言ってました。あとはこの経営計画書を書こうと、これはですから一倉式の実はフォーマットなんですけどね。というようなことをですね、まあ、矢部さんこっちから勉強、まあ、しました。あと感謝はですね、まあ、一度自分が倒産近いことをやってるんで、あとはこの嫁ちゃん、母ちゃんがですね、非常にも感謝のすごい嫁さんですね。旦那も10年前死んでるんですけど、ですから嫁さんが、旦那が死んだ時が50億10年前引き継いで、嫁さんの代になって今400億ですよ。もう旦那を抜いてしまったんですね。だから女性がですね本気を出したらすごいですね。愛のパワーって言ってました、矢瀬屋の社長が。まあ実は愛のパワー、愛のパワーコンサルタントってまたいるんですね。吉村主婦って知りません？聞いたことあるって言った。まあどうでもいいですけどね、私会いましたけど、その先生と。そういった勉強会もねやったっていうか、さっきの理念みたいなやつですね、理念みたいなやつ、これと愛とこう近いっていうかですね、何のために。矢瀬屋の会長、奥さんが目覚めたきっかけの一つは、50億から400億目覚めたきっかけの一つは何のためにっていうですね、この理念、まあ目的ですよね。何のためにこの商売やってんだ、まあ何のためにと、この命は何のために使ってんだろうかと、まあ、だから使命っていうんですね、使命、この命を使う使命ですよね。何のために、目的、まあそれがこう理念だったりこうしますけど、ですから自分の仕事を通じて役立つことは何だろうってですね、
それがこう大義名分がふっとこう落ちてくるとバッとこう力が出たりしますけど、まあ、だからこういったビジョンとかミッションみたいなやつも天命使命もたまにはですね考えたらいいですよねと私の師匠は言ってますけどね、まあでも後回しでもいいよと、まずは食うことが大事だからみたいないうことですから、ですからこう夢系ですね、夢歩きプラス思考系と戦略戦術系と感謝ですね、これ3つです、3つで若い連中大体ですね40歳ぐらいまでこれないですね、45歳までないですね、特に野郎はないでしょ感謝、いやあります、あります、はい、まあ、ありすぎたらいかんですよ、いや商売だから、あの、ね、感謝系で危ない人は、危ないのはですねこの戦略戦術があんまりなかったりするんですね、嫌ったりします、感謝の、まあ、戦略戦術は言ってみたらですね殺しの技術だったりするんです、戦闘能力ですよ、でこっちはありがとうですが、まあ、正反対ですね、正反対、正反対だけど経営者、まあ、サラリーマンでも実はみんなこう兵隊ですからね、その戦いなんですから本当は両方サラリーマンでも持たないといけないんですけど、これ相反するんでですね、どうしてもその感謝系、感謝ばっかりしてる人とこれやるぞこの野郎とばっかり言ってる人とこう分かれたりしますけど、両方いりますね、両方、あの、その自営業経営者ですね、うん、そうですね、こうあえて言ったら俺はこの夢系の人間だっていう人、あえて言ったら、おー、なるほどね、あ、こう戦略戦術系だっていう人、あえて言ったら、おー、あ、じゃあ感謝系だっていう人、おー、あ、それ以外のなんかようわからんだみたいなまあまあそんな感じですよね、ですから、まあ、ちょっとこう考えられたりですね、だから例えばこれはやる気研修、やる気の本、教材とかあります、そういったところ行けばいいし、本読めばいいし、から戦略戦術もそういった本勉強会あります、あ、個人的に私は経営の勉強会お勧めしたいのは中小企業家同友会ですね、入門編としてはいやすごくいいですね、矢津屋もそこ入ってから変わりましたんで、で矢津屋も卒業しました、もう年商400億同友会は中小企業家同友会各県にあります、検索したらすぐ出ます、あの民間団体です、商工会と違って全部自前の会費だけで運営してますけど、個人的に一番あそこがいいですね、月々5000円から7000円ですよ、安いで、経営者零細自営業の人が毎回講演セミナーをやって、それを聞いて30分グループミーティングをやって、意見と、アドバイスお互いし合って、それを6時から9時やって、でその後飲み会行きたい人はどうぞみたいな、で人脈もこうできますんでね、経営の勉強会できるんで、中小企業家同友会ですね、あの経済同友会は大きい会ですけど、中小企業家同友会各県にあるんで、あの見学は無料ですからね、行かれたらいいと思いますね、あの中小企業家同友会行ったことあるっていう人、行ったことがある、お、会員さん、会員だという人、あ、会員さんですかね、あ、これどこの、どこのですか、滋賀県の中小企業、あ、滋賀の、いいっすよね、うん、まあ人によっては合わない、支部長と合わないとかね、こういろいろあったりしますけど、私はおすすめしますね、大変な人行ったことないらしいんで、あれは経営のね戦略戦術の勉強会になります、で理念もですね、結構理念これも大事にしてる会ですね、非常にいいと思いますね、で感謝系がですね、これはあの例えば、まあちょっと違いますけどね、団体系で言ったら倫理法人会とかですね、朝6時の怪しい会に行ったことあるっていう人、倫理法人会ありますかね、悪くないですよね、道徳のちょっと危ないですけどね、雰囲気が歌を歌ってですね、朝6時から経営者が福岡が一番全国で一番流行ってるんですけど、まあ実質ちょっと宗教です、あれは、中身はですね、だからまあそう悪くない、まあ、あれもオブザーバー参加ただですから、私もダメな時にですねちょっと気合い入れようと思って朝6時だから5時ぐらい起きないといけないですからね、それはもうやる気、気合入りますよ、気合入れるためにあの朝の勉強会に行ったりもして、まあ、1年だけ会員になってもうやめましたけど、例えばああいったとこ行くとそれぞれあの先輩たちがそれぞれの分野こういますから、あの引っ張られてですねこっちも成長しますね、一人だけでやってるとですね、一人でねやるぞやるぞと言ってもね虚しいですもんね、なかなか戦略もやっぱりいろいろいた方が分かりやすいし、まあ、感謝も私は個人的にはそういった、会合ですね行くのを私はおすすめしますけどね、ね、でまあ、時間がもう、あ、まだ大丈夫ですね、ありますよね、でですね、こういろいろこう見てて思うんですけど、でまあ夢とかやる気とか情熱とか感謝、まあ、ある意味ではこれはもう当たり前だと、当たり前というふうにこう見たとしてですよ、この戦略系でいうとですね、まあ、一応こう私の師匠の、まあ、武田ランチェスター、まあ、八大戦略というのがありましてですね、
これが、あ、まあ、1、2、3、4、5、6、7、まあ、経営の8大項目で、商売というのは先ほどちょっと出ましたけど、人物金だと。ですから人、組織、組織戦略、ね、どんな人を採用して育成してとか、組織運営の仕方はどうやるんだとかですね、やぜやぜ言ったらですね、男中心の組織で失敗したから俺は強く言えないから、やっぱ女性中心の組織にしようというのを44から出直してですね、まあ、それでうまくいきましたね、うん、うまくいきました、あそこは、ですから人で物、人物金ですから、まあ、当然その会社の店の商品は何ですかと、まあ、物とかサービスですよね、ソフト金、まあ、当然だから財務戦略ですね。まあ、財務戦略はまあ、簡単に言ったらですね、中小零細事業の場合大半がもう年商1億以下が世の中の大半ですから、で設備投資も工場もあまり、ね、必要ないような仕事がサービス業が今大半ですから、あれですけどね、難しい財務経理の知識は、まあ、いらないですよね、いらない、まあ、贅沢しないってことです、贅沢しない、ケチケチコツ、節約ですよね、うん、もうホイールは以前こう前見に行ったところはなんかゴルフ練習場のボロボロのね2階でやってましたよね。ああこれいいなと思いました。なすごいね、あのビルとかなもういらないですもんね。まあいらないっていうか、それはそういう金持ち向けの商売の場合はそういった格好も大事ですけど、そうじゃない場合はだ、うん、もう贅沢しない、贅沢をしないと。で人物金ということですけど、でいい商品ありますと、で人もいますと、組織もありますと。まあ、金もありますと、はい、これで成功するかということですけど、はい、他に足りないものは何でしょう、商売で。商品はある、まあ、自分と母ちゃん、ね、組織もある、財務、あと必要なものは何でしょうか。協力者は、まあ、一応組織とか入りますね。信用、あ、そういうのも、まあ、ちょっと置いといてですね、もっと具体的に、あ、会社のですね、事業部で言ったらこれは仕入れ部とか商品開発部、組織はまあ人事総務、うん、これは財務経理、経理部みたいな、はい、あと何部が足んないですかね。営業ですね、さすが営業部、営業戦略ですね。どうやってその新規のお客さんを集めるか、もしくはもう悪徳商法みたいに取りに行くかですね、アウトバウンド、インバウンド両方あります。あとアナログネット、まあ今いろいろありますね、やり方が。で新規のお客さんはどうやるか、営業戦略、現場の営業戦術、戦術はなかなかですね、あれさね、こう喋ると受注できるという、やっぱ現場のそのいわゆるセールストークみたいなやつってありますね、ありますわ、ある程度戦術ですけど、それはさっきもそれ来る途中読んでたんですけど、あとはこれも、まあね、大企業なんかありますよね、地域戦略部、まあ地域戦略ですね、どこでやるか、あとは誰を相手にするか、まあ、ホエールさんこれがすごいですね、客層戦略で一度作ったお客さんをどうやって、顧客、維持ですね、これリピーターさん作りですね、リピーターさんにして2度目来てもらって3度目来てもらって、まあ、お得意さんに来てもらって、まあ、固定客とかないんですけども、ファン、でもかつも信者ですよね、になっていただくかと。新規開拓の次はどうやってリピーターさん、ファン、信者さんになっていくか、いただくかというのを、まあ、戦略、戦術的にですね、やっぱ考えようということですね。具体的に言うとさっき一度民事再生になったけどまた復活して頑張ってるリフォーム会社ホームテック、私株主なんでですね、何度も行きましたけど、そこが今再建が今絶好調、絶好調、痛い目にあったけど再建絶好調で、今年多分年商30億で経常利益3億出ますと。で去年の段階でもキャッシュ3億貯めてましたよ、民事再生の後ですね、もうだからリベンジが大成功中なんですけど、いや河野さんこの顧客維持戦略がうまくいったと。具体的に言ったら一度リフォームをやってもらったお客さんのフォロー専門、営業マンで新規行っちゃダメだという人間を6人作ったって言ってました、その6人は今までのお客さんだけしか回らない、電話、メール、面会、訪問、挨拶、
まあ、フォロー専門、これがうまくいったって言ってますよね。今までのお客さんを回るだけで、はがき出すだけで、フォローするだけで6億売り上げが上がったと、去年ですね。もう大成功だって言ってましたね。まあ、全くそれはもう無視してたと、もうほったらかししてたと、過去のお客名簿ですね。やっぱそこをフォローするってもう最高よねというふうなことを言ってましたけど、あとこの信者さん、言葉がちょっと良くない。お客さんに対して、あんたはうちの信者って言ったらダメですけどね、内部用語としても本当は良くない言葉なんですけども、信者と書いて儲けという字だと、漢字が、うわ、知ってたっていう人、もともと知ってた、こう一応ですよ、手挙げにくいかもしれないですけど、お、今知ったっていう人、今知った、わあ、嬉しいですね知らない人が多いとですね、私もまあ師匠から10年前に教えてもらって、お、信者イコール儲けは信者と書くんだなという人なんですけど、これ具体的にですね、いわゆる信者さんというか、強烈なリピーターさんが増えると経常利益がバンって上がりますね。利益が出ます。もう税金払わないといけないようになりますけど、それはなぜだと思います？ちゃんと理論が、理屈がありましてね、例えば安いの場合ですね、もう今毎月送ってください、毎月定期コースが今お客の6割です。普通はああいった業態だと1割ですね、毎月固定客っていうのは、安いは6割、それもあってですね、利益がバッと高いですね。もう 10% 以上経常利益が出てます。高額納税者社長、九州ナンバーに私は見てるのが、見たのがリストで2回見ました、3回見たかな。まあそんぐらい個人も大成功してるんですけどね。なんで信者作ると儲かるか、儲けるためには信者作りがなぜ大事か、なぜだと思います？お、なんか痛そう、はい、なんかギャル、分かんない、分かんない、はい、どうですか、はい、人を紹介してくれる、もう人を紹介してくれる、あ、それありますよね、信者さんというのは紹介しますよね、はい、何でも買ってくれる、私のもの、おー、斉藤一人みたいに、ね、あそこで水晶玉売ってますよ、斉藤さんってところで、ね、深い信者系にはね、あれちょっとね、よくないね、あ、それもね、ガンが治るとか言ってるんですよ、だから一部でちょっとバッシングされてますもんね、あ、で、なんか特約代理店の7社のうち1人が反旗翻りましたよね、辞めましたよね、辞めて斎藤一人攻撃始めましたけど、まあそれはそういった変なことをやり始めた、もう私嫌ですと、いうのもなんかどうも自分にとって都合がいい言い訳みたいですね。どうでもいいけど、自分が新しく独立したんだよね、前のことを潰す悪口を言って、まあどうでもいいんですけどね。でも本当そうですね、信者さんになるとですね、もう言われたら何でも買いますというふうになりますよね、なんか前ハマったことあります、信者で？ないです。ないですか、そうですか、もうぜひ、ね、それね、ハマってほしいですからね、まあ、いわゆるです、経営で一番大変なのは、まあ、新規のお客さん作りだったりするじゃないですか。まあ、それある程度ね、人も大変だとかあったりしますけど、お客さんがないと全て、まあ、商売はお客様から全て始まりますよね。自分がいてもお客さんいなかったらもう成り立たないですよね。まあ実は全てお客様からスタートしてるっていう、まあドラッカーのすごかったのは、実はですね、1年間次の本がドラッカーとランチェスター本なんていう書く予定なんでですね、この1年間ほとんど実は仕事せずにもうこもってずっとこうやってたんですけど、ドラッカーさんがなんで評価されてるか、わけわかんない眠い本、まあ読む必要ないんですよ。でも一応クロートに言わせてみるとですね、商売で経営で初めてお客視点をバンと出したのがドラッカーさんだと、全てはお客さんから始まるんだというのを出したのが、ちゃんと理論として出した評論家、ね、単なる大学教授でしたけど、がドラッカーさんだと。まあこれは今となってはある意味ですごいですね、60年前、1950年代にそのことを言い始めたんでですね、当時アメリカが絶好調で作れば売れた時代に、お客なんかどうでもいいよと、だからメーカー主導ですよ、技術者主導で、なんですかね、営業マンなんかをバカにしてましたよね、あの頃はですね、まあなんか売ってくる人みたいないう程度でですね、バカにしてた、その時代に、いやお客が大事なんだと、営業が大事なんだみたいなことで、実はドラッカーさんが最初にこう言ったんですけど、
まあ、それぐらいお客さんを作るっていうのはですね難しい。ですから稼いだお金の大半はまあね8割今赤字ですけど、新規開拓のための営業マン、自分も社長も含めて人件費代、看板チラシ代とかですね、お店店舗、まあ実はお客様のための、あの投資経費ですけどね、稼いだお金のほとんどは新規のお客さんのための経費で消えていくと。これが信者さんができると、ファンとか信者さんっていうのは金も払っていないのにお客さんをこう紹介してくれますよね。紹介してくれる、今経費がかからないお客が増える。だから信者さんを作りましょう、ファンを大事にしましょうと。その人たちっていうのはまあ言ってみたらね、言葉良くないですけども、ただ働きをしてくれますからということですよね。言葉今良くないですよね、良くないですけども、だからファン信者さんを作っていきましょうと。これは経営課題として実はめちゃくちゃ大事ですよね。だから私ね、実は定期的に新興宗教行くんです。今面白いのはやっぱ幸福の科学とかですね、これまあオウム真理教の元の上祐さんの会合も2回ちょっと出てみましたけどね、光の輪っていうやつですけどね、もう神社仏閣普通の教会行ってももうつまんないですね。もう単なる念仏とかアーメンとか言ってるだけなんでつまんなくて、私はやっぱ常に中小零細自営業というかベンチャー企業っていうのは宗教界で言ったら、そういった新興宗教系ですね、まあね、努力してます。どうやって信者獲得をこうやって生きてるか、もう全く経営となんですね、まあ無料相談会やったり無料勉強会やったり、あのパンフレットチラシ本をですね、幸福の科学だったら信者はまあ大体300冊500冊1000冊買って自腹で、それを自分でこう配るんですね。私の家にも来ましたよ、何回か行っただけで。もう月に1回信者さんが来て、あの背広脱いでですね、買ったらサラリーマンなの普段は、夜中9時過ぎて来るんですね、ずっと活動やってます。全部タダですね。すごいなと、嫁さんと二人でこれはすごいよなと、だからあんなすごい姉が立つんだなみたいなね感じですけど、まあ商売もある意味ではあれぐらい やるべきっていうかですね、そうあんまやりすぎたらいかんですよね、すごいなと思いますけど、これはちゃんと理論的に騙しじゃなくてちゃんとやっていきましょうっていうのは顧客戦略戦術で、まあ、あったりしますね。ですから、まあ、商売っていうのは、まあ、当たり前ですけど、あとは時間戦略ですね。時間の使い方、これありますね、やっぱ。ですから商売っていうのは何を、自分が成功するには何を、どんな商品をどこで誰に対してどうやって新規で売って、どうやってリピーターさん作り、ファン作り、信者さん作りをさせていただくか、お得意さん作りをさせていただくか、で以上やるのにどういうこう人組織でやって、であとは資金繰りですね、お金、まあいや、お金使わないと、契約、節約、まあ、あとは働き方、時間の使い方、まあ、何をどこの誰に対してどうやって、どうやって、ね、リピーターさん、新規で、あとは組織、財務、時間、働き方をですね、どうやるかと、まあ、大体、まあ、当たり前のことですね、当たり前のことなんですけど、それは商品戦略、地域戦略とか。まあ、読んだりしてますけど、で1万人ぐらい見てて、あとは私の師匠がもっと分析してるんですけど、こう分かりやすいこの時間戦略から言うとですね、成功し続けてる社長さんはですね、みんな同じ24時間365日の時間ですけども、成功し続けてる社長何が違うと思います？明らかに違うんです。平均したら例外もありますけど、1日24時間みんな同じですよね。その時間の使い方がやっぱ違うんです。何だと思います？大きく2つあるんで、まあさっきの日本電産の長森さんなんかもうまさにそれですね。同じ24時間だけども成功し続けてる経営者は何が違うか。あどうぞ。早起き。おそうです、1つは早起きです。あ日本電産早起き35年ですね、6時50分出社、35年創業期から続けてます。休みは元旦だけですね、午前中だけですね。本当かなと思って、長森さんが毎年行く京都の九頭竜大社っていうですね、まあ一応そのこのお参りに、あもう一つ言っておきましょうか、あの日本電産社長はですね、実は毎月1回昔こうね祈祷に行ったらいいことがあった京都の九頭竜大社っていうところにですね、大原の近くです、私も行きました。もうこういった仕事やってるんで本当に来てるかどうか確かめに行ったらですね、来てますと。ああ来てるんかみたいな。で長森さんが寄贈したですね正門がバンとありました。裏にですね長森茂なんとか載ってました。おやっぱしてるな。寄付リストを見るとですね、
1000万、700万、なぜか300万のところに長森ってありましたね。おお、300万かって、何十億万長者なのになんで1000万じゃないのかとかですね、うん、まあまあいろいろ、まあそういった人は大体そうなんですね。あんまり自分が全部やるとダメになると。だからちょこっとしかしてない、ちょこっとって言っても300万ですからね。あと正門も寄贈してますからまあ1000万以上ですよね。ということで、あの人はダメな時にですね、創業期にですね、まあ騙されたと思ってもう倒産しそうだったんで、あるお客さんから九頭竜大社に行ったらあそこの、ね、教祖はすごいんだからと、行きなさいって言われて、まあ、しぶしぶ行ったと。で行ったら、あなたはね、来年の節分2月には良くなるから、それまで我慢しなさいって言われたと。なんじゃそれみたいなね。ところがなんとですね、その節分の日にですね、アメリカから IBM ですからね、小型モーター超大型受注が当時としては入って、あれで正気ついて、実はそれから毎月その九頭竜大社にですねお参り行ってるということなんですけども、今もやってるんですよ、やってるんですよ。でところがその 長森さんがですね、日経新聞ですね、コラム書いてました。コラム、その九頭竜大社のことを書いてるんですよ。神頼みはしないっていうの、神頼みはしない、なるほどと。で中身こう読んで、で九頭竜大社行って正しい拝み方を見たら確かにその通りになってたんです。なるほどと。はい、神社仏閣行った時にこうねしますよね、正しい拝み方知ってるって人、これ、ね、99% みんな間違ってるんですよ。正しい拝み方、そんなところ行きますよね、行った場合、1番、まずですね、懺悔、懺悔っていうか反省ですね、まず反省すると。で2番、感謝、感謝すると。で3番、誓い、神さん見ててくださいと、やりますぜみたいな、頼まないんですよ。すいません、なんとか合格させてください、商売繁盛してくださいと、間違いなんです。私もびっくりしましたね。これね、 99% の人知らないから。私もいまだに神社仏閣は実は好きなんで、あちこち行った時にこう行ってこう見てるんですよ。ずっとこう見てると、もうほぼ 100% みんなお願いします、何とかしてもらって、もう言おうかな、あんた頼んでるから成功しないんやと言おうかなと思うぐらいなんですかね。長森さんはそういう拝み方なんです。言ってんだけど、俺は頼み、神頼みなんか知ってないと。1ヶ月反省懺悔、あったあれは、まあ、あで次、ありがとうございます、1ヶ月ありがとうございます。で3番目、次はね、なんとか社を買収して、これも黒字にしてますね、神さん見とけ、見ておいてくださいね、みたいに近いですね、というコミットメントってやつですからね。これどうですか、これだけでも今日良かったと思いますね。周りに自慢できるでしょもうほぼ 100% で間違ってるからですね。でも正しいでしょ、頼まないってことですよ。依存心じゃない、自立心なんだってことだよね。ああすごいなってね、やっぱあの辺のやってる意味までちゃんと調べるとすごいですね。もうこれだけでも、あ、公演ネタできたなと思いましたよ、3年前に見つけてですね。で何でしたっけね、あ、そうそうそう、早起き、あともう一つ、同じ24時間365日成功し続けてる経営者ですよ。もちろん例外ありますよ、遊んでやってる人もいたりしますけど、早起きとあともう一つです。早寝、あ、まあそれもあったりします。あと何でしょう、他に。これもやれてみれば当たり前のことですからね、だから成功し続けてるんですからね。早起きをして計画的、まあまあそれもあったりします。それは後で、後でっていうか、あの、まあ、質の部分ですね。何でしょう、時間の使い方、同じ時間なのに長森さんも言ってますね、東芝モーター、日立モーターね、俺たちこれからやるんだけども、あいつらに、ね、勝とうと思っても金もあるもん全て、大学もみんなアホばっかりやみたいな、勝てんと。ところがこの24時間300、これはみんな同じや、東芝でも松下でも俺たちでも同じ24時間なんだみたいな、それで勝とうと思うんだったらこれしかないって、まあ一つ早起き、あと何でしょう、お前さん、倍働く、そうです、長時間労働です、長時間働くというですね、
勝つんだったら、勝とうと思うんだったらですね、まあスポーツ界とか分かりやすいですね。やっぱり一流選手イコール大体練習時間が多いですよね。当たり前ですからね、まあ、スポーツ趣味何でもそうですけど、元が同じだったらです、元が同じだったら1日8時間やってる人と15時間やってる人はそれはもう倍、まあ、実は事情が働くんで4倍になったりするんですけど、長時間労働ですね。勝とうと思うならもう長時間労働だと。で自分と、ね、家族は労働基準法関係ないですからね、もうやるんだみたいな、まあ、やらないと負けると潰されると、ですね。まあでも寝ないと死にますんでね、死ぬと。で私の師匠なんかどう言ってるかって言ったら、趣味を捨てるんだと、まあ、サッカー野球どうでもいいでしょうか、オリンピックダメ、あんなもんいらんと。あとは親類縁者でなんか人が死んでもね、行くなと、嫁さんに代わりに行ってもらえ、ね、まあ、もう人が死のうが同窓会関係ないと、生まれた勝つまではみたいなね勝った後は行けとああてなこと言ってたんですね。この前これもちょっと変人社長でしたけどね、カレーココ一番の宗次社長、まあ、元社長とこの前一緒に福岡県で講演させていただきましたね。向こうが多分どうですかね、まあ、基調講演、私がサブ講演でしたね。こちら1000人の会場、まあ、500人の会場、私は150人の会場でしたけど、多分まあ向こうは講演料が50万、まあ、私は10万ぐらいでしたね。まあ十分で私にとってはですね。でカレーココイチの社長の講演がねめちゃくちゃ面白かったですね。会場も久しぶりに沸きましたよ。私今久しぶりに、あ、こういう痛快な要点ですね、成功するための要点をあビシッと言っていただいて、もうありがとうございますみたいな感じでしたけど、成功するにはまず早く長時間だとまだ出たこれが、あのおっさん毎朝何時に起きてると思います、カレーココイチ。今は3時50分ですで4時50分に出社で、毎日あそこはもう世界一今なってますんでね、チェーン店がで10年前一応もう引退はしてますけど、今宗次ホール、まあちょっと今あれですけどね、現役の頃はですね毎日1000枚のお客さんからのアンケート書きを毎朝まず見てたと。お店にこう置いてありますね、ここ置いてあれがまあ全国から社長室直結で来るんですね。店長経営でやったらまあ、ね、出さないじゃないですか、いいやつしか全部ポストに入れてもらって直接来る。ピーク時は1000枚、毎朝それを読んでチェック、ね、お客さんがバンバンもう指摘コンサルティングアドバイスしていただいていると、これをこうチェックしてこう一言書いてそれを各店舗へファックスで、まあ、指導するみたいな、これが朝の日課って言ってましたね。あと一番すごい時は休みがゼロだったと、で年間15時間毎日働いたと、あの時は5367時間だったとかですね、ほーみたいなね、普通2000時間1800時間だったりしますけど、あのどんどん今中国韓国よりも働けなくなってますんでね、私はねあの労働基準局がダメですよ、あれ破壊しないといけないですよ、あれ破壊しないと日本潰れますよ。やっぱだってもう働いてないんだから勝てるはずないですよ、まあ、まあ日本はどうでもいいんですけどね、個人自分と周りのことだけ考えればいいんですから、あのそれが一番です。あの余計なこと考えない方がいいですね。この街をどうにかしようとか日本を余計です、そんなもんあのバカ政治家が適当に任せたらいいんで、まず自分が成功するためには勝たんといかんということはですよ、趣味を捨てて、仕事に集中すると。である程度うまくいったらそれはいろいろね、瀬戸内海で釣りばっかりやってると最近はまだ経営者の仕事はですね、経営戦略考えたりすることだったりするんでですね、実はもう一生懸命私みたいにこうやってね、今先日の私仕事してるんですよ。これは本当は経営者としてダメなんですよ。だから私は職人が大好きだから、自ら本当の経営者っていうのは、まあ、ある意味ではこう先日はいろんな方にやっていただいて、自分は戦略、戦略というのは一番行動ですから、まあ実は一人孤独が大事だったりするんですね、まあ、だから釣りやってるんでしょ。そうですいや大事だったりするんですよ、一人の時間、めちゃくちゃ大事ですね。月に一度は一人になって考えてる必要があるんですが、だから長時間労働、あとでこれも面白かったですね。ちょっともうあれですけどね、面白かったから言いますけどね、夢を持つ人は成功しないって、うわっこれね 2人目ですよ、それを言ったのが。なるほど、夢じゃなくて目標を持て、夢なんか持つな、目標を持て、あ出たなと思いましたね、はい、あこうなんか意味が分かるっていう人どうですか、意味どうですか、先生さっきからどうですか、ね、ちょっとこうみたいな感じでするでしょ。夢は持つな、目標を持て、わっこれいいこと言いやがったなみたいなね、
まあ、今夢っていうのはね、まあ、なんかね、儚いと書いたりもすると、ああまあね、できてもできなくてもいいやみたいな甘いところがあると。だ、目標というのは、目標、経営者だったら目標立つからにはもう必達だと、で死ぬまで話すなみたいなですね、電通鬼10君とかいろいろありますけど、まあ、目標というのは夢でも何でもないんだ、やるんだと。これね、2人目、最初に私聞いたのがですね、大リーグ行った松坂が行った時にですね、大リーグ行った時にですね、夢は何ですかって、僕ね、夢はありません、目標しかありません。あ、負けたと思いましたよ。もうバリバリの頃です、松坂ですね、うん、そんな甘いもんありませんと、目標立てたらやるんですと、夢とかありませんみたいなね。で、まあカレー国一の創業者もそれ言っててですね、でかつですね、まあ夢だとかね言うとなんかウキウキワクワクとかなって、でね、本当の、まあ、達成しなくてもしなくてもどうでもいいやってなってしまうと。だから遥か遠くの見果てぬ夢とかじゃなくて、まあ、1年2年、目先とか、まあ、短期目標を立てたらやるんだと絶対と、うん、そんぐらいのがビシッとやってね、いいんだと。夢だと言ってる人は所詮は見果てぬ夢で終わるんですとか言う、この野郎いいこと言いやがったなみたいなねいう感じでしたけどね、うん、あとはですね、これもちょっとびっくりでしたけどね、友達が多くて社交性がある経営者は成功しませんって、えーってね、私も友達多くて社交性があると思ってるんです、あっと思いましたよ。なんで宗次さん世界一のカレーチェーン、まあ一応ね1200店舗年商700億です、一応、まあ東証一部上場も、あの人は捨て子なんですね、捨て子で施設で育てられてもらわれていって、もらわれた家が競輪で狂って破産して、でまあもらいの母親と一緒にリヤカーからスタートしたっていうですね、まあそれが大ハウスに勤めて、で結婚して嫁さんと一緒に喫茶店を始めて、でランチで出してたカレーが評判になって、でカレー一本で世界一になったという経歴のまあ人なんですけどね、もともと捨て子なんですね、親もいまだに分かんない、まだ65だから若いですけどね、の社長がこう言ってましたけど、友達が多くて社交性がある人は成功しない経営者と。なぜか、なぜだと思います。あ、意外に友達少ないでしょ。ですね意外にねその経験談からなぜ時間がなくなる、その付き合いで。その通りですね。ああ友達が多くて社交性が多いで、まあ一発の社長で、まあ、危ないのはですね、創業期を抜けてそこそこもう食えるようになった時、つい社長の名刺をこう、あのバカ JC なんか多いですね、社長とか専務とかこうやって、ゴルフだ飲み会だ付き合いが多くなって経営を商売しなくなって潰れるんだと。ああだからもう友達付き合いがない、社交性ない人がちょうどいいってね、うん、まあ自分がそうなんで自分の言い訳ですね、あの人はですねあの本当友達いないんです、あの人は仕事だけ、スナック行ったことない、ゴルフ行ったことないっていう人でしたね、うん、まあそんぐらい、まあ世界一ですから、世界一クラスになる人は大体そういったね変人が多いですね、あまあ普通の、まあ、嫌なやつですよ、だから嫌なやつ本当ね、まあでも、あ世界一クラスってのはこういったことなんだなっていう感じですね。まあ、日本電産もそうですよ、稲森さんも孫正義も、まあ、ある意味ではまあ狂ってますよね、狂ってますわ、そらレジャーとかさやってないでしょうね、する気もないでしょうね、まあ、だからあんまりそこまでやるとね一般人の我々はこう多分まともな人生歩めないかもしれないですけど、あまあまあそういった、ね、あのすごい人たちはやっぱそういったことをやってるんだみたいな人生は、うん、でてなことを言うとですね、仕事だって言ったらみんな言うんですと、カレー工事の社長が言ってました、仕事に人生をかけるんですと言うと、いや仕事だけが人生じゃないよと、みんな言うんですよと、仕事以外にもいろいろありますでしょと、そうやって言い訳をして仕事をせずに潰れていくと、ココイチの社長が言ってね、この野郎と思いました。もうでもなかなか真実で当ててるなみたいな、仕事だけが人生じゃないからという言い訳で経営がダメにいくと、経営っていうのはそんな生ぬるいもんじゃないですと、いつ殺されるか分かりませんみたいなことをね書いたり言ったりしてましたね。それはそうだなと思いますね、うん、経営仕事だけが人生じゃないという言い訳をして後発の仕事に燃えてる若いやつらベンチャー系のやつらに潰されていくんです、残念ながらですね。
ですから、まあ、シャープ3がもうダメになってきてます。あれはまあ中国韓国に潰されてるっていう感じですね。死ぬ気でやってるやつらに潰されてる。もっと言うと私の師匠はね、なかなかやっぱすごくて、三洋電機が潰れた10年前、野中智恵っていう変な、なんかウキウ、ね、変なアナウンサーが会長になった時、あのバカ息子が、ゆうえさんがバカ息子が社長の時に言ってました。私の師匠が言ってました。なんで三洋がダメになったのか、10年前ですよ。バッて言って、なるほどと思いました。なんで三洋電機があの頃ダメになったと思います？で、あの頃はシャープ絶好調でしたね。昔の安かろう悪かろうの三洋シャープで、シャープがバンとこうもう抜けてましたよ。で、三洋は相変わらずなんかねみたいな。で、松下もとか他はもう上行ってましたよね。で、こう二流三流で、なんで三洋がダメになったのか。あ、松下先生どうですか、弟子、同業、元 同業と見て、なんで三洋ダメになったのか。オリジナリティっていうか、それはなかった。あ、ない、うん、あ、それも他にどうでしょう。単純に、まあ経営っていうのは競争ですよね。競争、いや、ライバル相手にやられたんだ三洋は。ライバル相手どこだって私の師匠言ったと思います。10年前だからね、って思ったんですよ。今考えてみたらそうだ、今だとその通りっていう感じ。今だと誰もが納得しますね。三洋が潰れたのはライバルのここに潰された、中国にやられたって言ったんですよ10年前に。中国の、まあ言ってみたらその三流、まあ安かろう悪かろうメーカー、まあ三洋もある意味ではそんなもんだと、一流の中ではですよ、うん、松下とかソニーとかあの辺はまだまだブランドとかね、いろいろこうあったから、あの中国とはライバルじゃなかったと。ところが当時の三洋って言ったら、ライバルは中国なんだ、中国メーカーなんだ、韓国メーカーなんだって言ってね。なるほどですよ。今ならもうよう分かりますよね。もうどんどん今やられてますんでね。ああいった大量生産大量販売系っていうのは、長時間労働低賃金で死ぬ気でやってる中国韓国にやられていってるんですよ。だからあいつらと競合しないような商売業界を選ばないといけないんですよ。大量生産大量販売安くいくぞというふうな商売は勝てないです、基本的に。その中でも超高級品で手作り面倒くさい系だったらまだ十分勝てます、中国韓国ですね。ですから、まあユニクロとかダイソーはあれも中身は中国メーカーみたいなもんですからね、一緒にこう取り組んでやってるっていう、まあある意味では大量生産メーカー系、メーカー兼直売ですよね。本当に理想はあれが SPA って言いますね、製造小売業、作って全部直売するっていうですね、本当に理想系ですけど、うん、まあまあそうですね。ですから、うん、だから商売がどうももう一つ気合いも入らないなっていう人はですね、まあ、私もやって本当によかったし、周り見ててもそうですけど、まずこう、まずはよし人生変えようと思うんだったら早起きですね、早起き、7時起きだったら6時起きしてみるっていうですね、うん、そうすると気合が入りますんでね、本もゆっくり読めるし、いろいろこう瞑想も戦略も考えられますんで、まずそっちから。あと財務戦略、これはもう節約ですね、貧乏、金かけない。ですからホイール行ったら分かりましたね、なんでこんなボロボロなんだと、どこ行ってもと、金かかってない。で調子に乗って、あ、アスレチックジム、あ、たくさんやってる、あ、これも調子に乗ってね、別な事業やってるから潰れるなと思ったら、金田さん、僕あれ全部ヤフーオークションで落としてるんですよ、全部中古ですって言うから、さすがと思ってね、大体調子に乗って新品を揃え始めて、車とかベンツとかですね、新品系になっていってダメになりますね、みんなうまくいってダメになるっていうのはそのパターンですね。ですから調子に乗らない、うん、いやもう金使わないってですよ、最低限でも。対お客さんに対してはちょっとあんまり貧乏すぎたら失礼がかかるようなところはある程度最低限ですね、ちゃんとしないといけないですね。ですから多少ちょっと、もうちょっと、もうそろそろホームページの、ひどいホームページは吠えるのね、今お願いします。10年前見た時は違和感なかったですよ、10年前っていうか、あれは何年、3年4年前見た時はまだね、まだ違和感なかったし、中身があるから、ここはすごい中身ありますからね。あれね、コンサルタントから言わせたらね、お宝ですよ、あのホームページだけでも、ああすごい価値あります。クソ三流四流二流コンサルタントよりもすごい、あのホームページはすごいね、オーバーの塊。そっか、読めないようにわざとあんな汚くしてるんですかね情報漏れないようにですか、うん、ちょっと今となったよね、ちょっとね。でもまあまああれでもいいんです、実は成功法則のいくつかありますけどね、
ホミルさんは本当その辺のね、見えないうまいとこ全部押さえてるんですよ。これちょっと違いますが、歌謡曲でツンクって言いますよね。ツンクっていう、まあ、私知らないですね、あんまり顔と名前一致しないけど、ヒット曲もたくさん出してる作曲家としてはうまくいってる。ツンクが言ってた、ヒット曲、歌をヒット曲出す場合、そのコツを言ってたんですよ。何だと思います？ツンクがポロッとねつぶやいて、あすごい、やっぱそうだなと。ヒットのコツ、ヒット曲を出すコツ、曲のコツ、一番売れそうにないやつを出す。あ、おちょっとでも近い、お、なんかあなたちょっと変わってるね、この中でもなんかちょっとなんかイケイケ風やね。元ギャル、ギャル系、こう踊ってた。踊る世代じゃないです。ああ、まあでもなディスコは行ってました。ディスコは高校の時ギリギリございました。ございました、ございました。まあいいやあ、でも惜しいです。そう惜しい。一番かっこいいやつじゃない、意外性、うん、まあツングの言葉で言うとですね、売れる曲ちょっとダサい方が売れる、うん、曲とかメロディーとか詞とかですね、ちょっとダサいよね。いわプロとかあのかっこいい歌手から見ると、何ですかこれ、こんな曲とこの歌詞なんかねと、大体そう思った曲が全部売れましたと、あの歌手が言ってました。あでツンクさんがちょっとダサい、私が気に入らない、ちょっと気に入らないんですこの曲メロディーと歌詞がというやつがヒットしましたって。でツンクはねそれ知ってるんですよ。これねあの一般レベルでもねそう言えるんです。実はねちょっとダサいぐらいが何とも言えないですよ。めちゃくちゃかっこいいからうまくいってる場合もあるし、ちょっとダサいからうまくいってるっていう商品とかですね、商売のやり方もあったりする。まあいや何が言いたいか、ね、ホエール系のチラシとかダサいですよね。ダサいでしょ。これ福岡で三岡パソコンスクールというですね、まあ、おばはん社長、女社長で、やはりシニア向けにですね、福岡の郊外で500人ぐらいの生徒を抱えてやってる社長もね、その通りって言ってた。いやーなんかね、かっこいいチラシにしたらね、反応ないなくなったのよみたいな。でなんか元の手書き風のなんかちょっと変なダサいのにしたら反応が出てねみたいな、うん、これはね大手一流企業気づいてないですね。気づいてない。で 今言ったことに、あそうだなと思うでしょ。ちょっとダサい方がいい、うん、これ客層によるんですよ。客層によります。めちゃくちゃかっこいい女性とか男性向けのやつでダサいチラシとかやったらそれはダメです。だったりしますよね。あのですからね、これ私もねあちこち評論家でね生かしてもらうとね、いろんな事例にも合いまくりましてね、例えばこのチラシ、これ大ヒットしてる。これチラシです。一戸建ての見学会の集客チラシなんですよ。これ社員はもう5、6人ですわ。まあ年間10棟ぐらい家が建つ。まあそのぐらいの人数で10棟って言ったらもう大成功です。十分食えるっていうですね。そのチラシはこんな感じですよ。なんかもうお前クレヨンで子供が描いたのかみたいなね感じなんですけどね。まあこれ一緒にノウハウセミナーで私が前座でまあ総合的に話をして、この人が工務店で成功する方ということでこう講演やって、ほーっと思ってですね、まあそれはまあまた勉強会で、でちょっとこのチラシその時もらいにくかったんで、ね、私がなかなか素晴らしいのはですね、これ滋賀なんですけどね、滋賀の友人知人にこう頼みまくって「おいこっからこのチラシ入ったら教えてくれ」って「取っといてくれ」って取っといてくれましたね。これ送ってもらって、でその大元のノウハウの大元はこれですね、あれは会社名がどこやったかな、そこも私付き合いあるんですけど、ダスキンの代理店のところで建築ノウハウコンサルタント会社がありましてね、そこのノウハウを実は使ってたんですけど、まあこんな感じですよ。思い通りのめっちゃとこする家の作り方見学会、ね、遠きいところみたいな、ね、こうまあこんな感じです。全然性能も値段も何も広報も書いてないんですよ。これで見学会どうぞみたいな感じですよ。でコツの一つはですね、わがまま自由設計の家ってめっちゃ高いんでしょ、でも本当のことを言うとみたいな自由設計、まあちょっとねこんな喋りがあってですよ。で見学会来るときにね、道中お気をつけて、これがコツなんです。普通は見学の際にはお気をつけてお越しくださいとか、ダメなんです、タメ口がいいんです。
お気をつけてって。あとはね、道に迷ったら、ね、携帯番号が道に迷ったらみたいな、タメ口ですよ。みたいな。ところがまあここの場合はちゃんと戦略がありましてね、まあここの客層戦略、客層戦略で、なるほどと、金田さん俺たちもねちゃんとこれは戦略的なチラシなんだと考えた。ある客層だけに絞ってる。はい、どんな客層だと思います？どんな客層か。子供のいる、実はねもうちゃんとこれ答えが出てるんですね。これぐらいの子供がいる30歳前後の主婦、主婦の人たち、まあ、主婦がメインです。男が見てどうでもいいんです。どうでもいい。まあ私見た時何やこのチラシやと、お前バカにしてんのかみたいに思ったけど、金田さん客層じゃないんですと。これ女性なんです。それもなんかうるさく言う女性なんかもう対象じゃないんですよと。30前後、これ見てなんかなんとなくいいと思った人、なんとなく、なんとなく、もうその顔ぶれをお互い見てください。顔ぶれをですね、もうなんでいいと思わないんですか？あ、いいと思います。お、思いました。そう、後ろの方どうですか？普通かなみたいな。普通かな、なんじゃこれダメだよと思った人、じゃ正直に、で私ダメだと思ったの、こんなのふざけんじゃないみたいな。まあでもですね、これ、まあ、結論から言うとですね、これは ね手を挙げた人には申し訳ないですよ、何も理論的なこと書いてない、広報も品質のことも値段も何も書いてない、でこういうこの程度の情報ですよ。でこれまあでもなんとなく可愛いっていう感じがしますよね。あったかいみたいな感じですよ ね。要は客層はですね、30前後の右脳バカ女って言ったら怒られますけどね、ちょっとわざと言えばバカっていうと、わざと今言ったんですよ。右脳で、あ、なんかいいなってついつい言ってしまうところ、30歳前後、そこだけに絞ってる。だから佐野系とかなんかいろいろうるさく言う人からバカにされていいんですよ。そんな9割のお客さん捨ててます。あ、すごいなと思いましたね。だこれをちゃんとまともなチラシにしたらどうなります？まともなチラシっていうことは敵だらけですよね。敵だらけです。他のあの積水座三沢田とかそういったいろんなところとですね、敵だらけにこうなってしまいましてね、お、時間はまだもうちょっと大丈夫ですかね。もうそろそろですかね。はい、もうそろそろいう感じでしてね。だからこれはこれでねあるんです。あとちょっと言いましょうか。もうちょっといいですか？もうだいぶ、すいません、はい、ちょっとこの後このお部屋を使われるところがあるみたいですね。なるほどね、分かりました。先生短めにお願いします。分かりました。これベルーナっていうところなんですよ。東証一部上場です。通販会社です。年商1000億ぐらいやってます。大成功します会社は。はい、ベルーナで買ったことがあるってでしょ。ベルーナ買ったことがある。あ、買ったことありますか？あ、他にどうですか？ある、ない、おおですね。あ、これ見てどう思います？率直に。ダサいでしょ。元広告屋だから前から思ってた、なんかださ、なんだこれやって、なんでもなんで一部上場なんだと、でずっと考えて、ある仮説が出た、もしかしてと。なんとね、ここのトップ通販社内営業マンが会社辞めた後、私の八王子セミナーに来たんですよ。全部聞きました。いや、お前らこれわざとダサく作ってないかって言ったら、それが僕らの最大のノウハウって言ってた。ちょっとダサくというかだいぶダサいですよね。あ、でも買った方がおられる。まあ実はねこれはですね、都市部じゃなくて田舎の方の地域のそういうこう、まあおばはんです。50代以上、で大分の田舎でやったらたくさん手上がったんですよ、おばはん連中が。じゃちょうどいいと、農作業のついでとかでちょうどいいんだと、かっこいいのはね、まあ、田舎に向かないんだって言ってね。だからこういうことができるかどうかですよね。こういうことができるかどうか、というですからね、ホイールさん、あ、じゃあねちょっと最後で5分で言いますね。今から一般講演になりますからね、 いないと思って話しますか。いや、成功事例ですね。実は姫路ですね、面白い会社ありましたね。ね、我々が選ぶのは商品は、我々は大企業と違ってダサい商品を選ばないといけないと。大企業がしない、大量生産大量販売で、ね、手作り面倒くさい系で、市場も小さくてもう衰退してて、なんだその商売はというのがいいんです、いいんですと。
パソコンスクールですよ、どうですかって。今更しますよ、そんなもん。しないっすわね、めんどくさいんだね、パソコン教室儲からないし、そんな売り上げも上がらないし。なんか地域がね、大都会じゃなくて田舎がいいんですと。敵が少ない田舎でやるべきだ。安富町7500人ですよ、なとこでですよ、地域がと。あと客層、ある客層、営業方法はチラシをね、こうポスティングしたり手渡したりするんですよ。そのチラシのキャッチコピーは、同じことを100回聞かれてもいつも笑顔で答えます。はい、客層誰でしょう、客層はじいちゃんばあちゃん、その通り、じじばばなんです、客層が。ってで、かつで、どうやってその新規のお客さん開拓した、顧客どうやってファンリピーターをですね作っていくか、これ見に行ったんでね、私見に行ったんですよ、パソコンスクール行ったんですよ。パソコンはこうこんな感じで、パソコンコーナー以外の方が広いんですよ。ここは机とか出して何かやってるんですよ。はい、何やってると思います、お茶飲んでるって。ああ、その通り、そのお茶飲んでる。実はね、こっちよりこっちが大事なんです、こっちなんですよ。実はこの商売はパソコン教室じゃなくて老人コミュニティセンター事業なんです。お前さんがやり始めて半年後に気づいたって言ってました。なるほどと。で、実はここが楽しみで来てる、みんな。で、じいちゃんばあちゃんですから。で、昔は病院にみんな行ってた、ただだったから。病院に集まって、今日山田さんが来てないね、あ、病気でもしたんじゃないのみたいなね、ってなことを病院で話してた。それが今やホイールがそういった場所になってるんです。はい、で、ね、もうあと1分で終わりますから。で、商売っていうのはですね、マズローの欲求5段階説知ってるっていう人、マズローの欲求5段階説、まあ食欲、睡眠欲、まあ、性欲、排泄欲で、次が衣食住です、衣食住で、これ満たされると次の欲求は何でしょう、帰属欲求ですね、属したい、これは会社に属したい、組織に属したい、仲間に入っておきたいという帰属欲求が出てくる。その中で認められたい、認知欲求で、最後が自己実現、好きなことやるみたいですね。もっと言うと、まあ本当はこう上がありましてね、こちら利他の世界ですね。全て私利私欲が満たされると、稲盛さんの松下幸之助の世界に行くんです。社会のためって、まずだから私利私欲を満たすんだってですね。一般の商売はこのここばっかりやってる、衣食住の、まあなんか商品出すだけみたいな、じゃなくて、人によってはこの上なんだ、あそこに行けば場があるで、何々ちゃんがいると、こういうお客のコミュニティなんですよと。で、あと来た人に店員さんがちゃんと名前で呼んで、こう仲良くやる、その場が大事なの、場がと。ホエールが成功したらね、これなんですみたいな。どうですか、よかったですか。まあまあですね、はい。というなんで、実はホエールさん系のところはですね、先行ってます。ほとんどの会社はここばっかりやってます。もう安くどうのこうのでここね無視してますよ、お客のコミュニティ化で。これやったら、まあ、社員も楽しいじゃないですか、最高ですよね、ジジババが好きな社員さんたちにとってはですね、うん、だからこれ真似ましょうっていうふうにですね、今全国で実は言ってるんですよ、ね、ということなんで、今後もですね、私このジリーバー毎回話したいんで、潰れないように頑張ってくださいね。はい、じゃあこれで終わりです。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうも本当は質疑応答も入りたかったんですけれども、ちょっと時間的に余裕がありませんので、一旦この会場は、まあ、ここで開くということにさせていただきます。で、ですね、3人なんですけれども、この後、10階のモーホールというところで行います。で、5時からなんですけれども、ちょっと皆さんトイレ休憩とかしたいと思いますので、5時、まあ、15分ほどから始めたいなと思います。では、上の方にちょっと移動ですね、お願いいたします。どうもありがとうございました。どうもでした。ちゃいましたけど、吉沢の部下の松浦で、はい、吉沢のさくらパソコン教室。おお、今日吉沢来る予定だったんですけど、はいはい、来月おかげさまでゲロ校をまた見ることになりまして、あ、そのちょっと準備でどうしても出た、今日すぐ会うのかもしれないですね、よろしくってことで、挨拶だけ、はい、またよろしく。じゃあ3校目3校目です。3校目、はい。
マジダメだぞ日々言われて皆さんこんばんは。ま、今日も遅い時間にお集まりいただきましてありがとうございます。本日は福岡県の方から加山先生に来ていただきまして、去年も来ていただきまして、去年受けた方いらっしゃいますか？一人ですね。あ、いらっしゃいます。3人もいました。ということで非常に前回、評価を取ってみて非常に高かったんですよ。で、なんていうんですか？先生今日どこでしたっけ？今日は神戸。神戸、ね、明日は福山。そうですね。ということで、はい、たまたまそれを聞きまして、この日に入れさせていただきました。いや、私が売り込んだです。間空いてるから何かやってって。そんなでいいですよ。はい、すげえ軽いノリなんですけど、はい、入れていきました。今日はですね、武田ランチェスター八大戦略を学ぶなんていう仰々しいタイトルをつけておりますが、はい、皆さんの商売ネタしっかりなっていただくようにですね、今日も先生の方にお願いしておりますので、今から約2時間ぶっ通して多分行くと思いますのでよろしくお願いします。先生もう準備いいですか？はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ皆さん拍手でお迎えください。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、まあ武田ランチェスターって言っても知らないでしょ。なんかそのランチェスター戦略ってなんか聞いたことがあるっていう人います？なんか聞いたことがある。あで、なんか本を読んだことがあるっていう人、あ読んだけどすぐ寝たっていう人ですよね。泣いたよね。それだ誰、武田雄一の本、私のやつ。そうです、先生。私のやつ。あ、じゃあこのブルーのやつとか。そうです。この辺、この辺は一応、まあでもこれでも難しいですよね、結構ね。まあこれ一番もう10万部10年前出て、今年もまた増刷になって10万部ちょうどなったんですけどね。まあ、これが多分一番分かりやすいですけどね。これちょっと人生系とか人生ドタバタ系も私とか他のラーメンインプードとかやずやのやつとか武田義とかの人生の話もこう半分ぐらいちょっと入れてるんで、一般的にはこれが一番分かりやすい、で、対外的にはこれが一番売れたやつだけど、まあそれでもやっぱちょっと難しいでしょうね、うん、ただ原理原則はもう簡単で、で私らは私たちのような職業は大学講師とかなんかコンサル系っていうのはね、商工会の指導員も全部みんなそうだけど、自分たちは食えないくせに偉そうなこと言ってるような人種ですよね。だけど皆さんと違ってこういったまあ事例収集とかこう情報収集してこう研究するのがまあ仕事だったりするんで、うまくいってる社長さんまだ一応まあ20年ぐらいですね、1万人ぐらいとはもう会ってきてるんですよ。で勉強会も実は20年間で1000回やってきてますんでね、ある程度こう成功するパターンっていうか、こんな風にやったらうまくいって、こうやったら失敗するなみたいなのがある程度あるんです、ある程度、ね、それをまあ私たちの先輩の口先コンサルタントが、まあ、ドラッカーが最初ですけどね、実はコンサルタントって言ったら人が元祖経由なんですけど、40年前から私たちの先輩がまとめてるやつがありましたね。それはまあ例えばドラッカー系もあれば MBA 系とか、 なんかコトラーとかですね、まあいろいろあったりするんですけど、私はそのランチェスター系のやつなんですけど、今からまあちょっと話しますけど、聞けばあんだ当たり前やんかと、できる社長はみんな言いますわ、っていうか、あ俺がうまくいった理由がちゃんとまとまっとるねという程度のまあなんていうかですね、教科書といったら偉そうですけど、まあ、法則の一つを、まあ、私なんかこうやってて、でそこからまあ成功事例がですねいろいろ出てるという感じなんですけど、ちょっとまああんまり戦略とか法則の話してもですねつまんないと思うんであれですけどね、例えばですね、実はこの前ですね、まあ、事例からちょっといきますね。これ山形のですね、山形といえば観光系って何でしょう。なんかまあ意外に私も知らなかったけど、桜、おお、さくらんぼ、あとはどうでしょう。蔵王、お蔵王、蔵王、誰がいました。あ、蔵王、そう蔵王がありますね。蔵王があって、まあこうこれね、
お盆かな、うん、あの河口のここに湖があるんですね。まあ一応きれいな湖がありまして、でここにですね斉藤社労士先生の夫妻と私と3人でこう行きましてですね、まああのこうリフトがあるんです。リフトがあって、まあ、途中まで行って、まあ、踊るこうリフトを乗ろうとしたらですね、私が乗ってたらですねカメラマンがそこにいてですね、はいこちらですって言うから、はい見て、はいこちらって言うから、あこの野郎お前勝手に写真撮って、まあ後で売りつけろって、あのゴルフ場なんかにあるの知りません、あと観光地とかで、まあいや勝手に撮って、あ後でこいつ売りつけるやつだなと、まあ、知ってたんでですね、はいみたいな感じですね、まあ登っていったんです。登っていって、まあ降りてったら案の定ですね、まあこんなでかいところにですね写真こうたくさんあって、はいこちらですよこちらありますみたいな、どうですか買いませんかと、皆さん写ってる写真をみたいな、はい、で1枚いくらだと思います、まあデジカメで撮ってプリンターで出してるだけですよ、これ原価ただやんかお前らみたいなね、まあだインク代とまあ紙代ぐらいですよ、まあだからね、まあこれが後でこう見せますけど、ね、この大きさですからまあ何十円50円以下じゃないですか、うん、1枚ねカラーとか言ってもそれをいくらで売りつけようとしたと思います、お、そうですね、ただ1000円なんですよ、1000円でした、1000円って、でまあね、いらんやって言ったんです、でいらんやって言ったけども、まあ看護師とか行ったら、ね、誰かと一緒に行ってますよね、で私は世話になった社労士の先生と言ってたんで、私はいらん、あ先生の分ね私が買いましょうって言った、いらんや、いや買いますいやいらんって言ってね、じゃあ俺は茅野くんのやつを買おうとか、いやいやもういいですよお互いみたいな、いやわーって言って、結局お互いは私が斉藤先生のやつ買って、斉藤先生は私の方を買って、まあ結局3人とも全部1枚ずつ買ってしまったんですよ、お買ってしまったなみたいなね、ほーみたいな、でふともう買ったからにはね原価50円か30円のやつを買わされたわけだから、ただだよ、ね、すまんと、でヒアリングが始まったわけで、私たちの仕事の一つはなんでこんなことをやってるのか、なんでこう儲かってるのか、うまくいったのか失敗したのかをヒアリングするのがまあ仕事の一つですからね、でまあ3人で来てました、写真撮る人とプリンター操作やってる人と、こちらですよってこうね勧誘をやってる3人一組でやってたんですよ、まだ若いですね、で結論から言うとですね山形でしたけどね、仙台から3人とも来てました、写真館の2代目系です、後継者系写真館、なんとか写真館ってありますよね、まあ、大体今写真館って言ったらこうですわ、あのいわゆるスタジオアリスとかああいった安いやつにやられてるし、あとはもう消費者はね自分でデジカメ撮ってですね、まあ、私は全くもうプリントしなくなったけど、まあ、嫁さんあたりはなんか子供とか一応やっぱプリントアウトはちょっとはしてますよね、ああそうそう、カメラにも行くことほとんどないんですもんね、まあ、だから多分カメラ業界、まあ、あのコダックが潰れたみたいですね、で富士フィルムは逆に今業績絶好調ですけど、富士フィルムに占める売り上げのフィルムの割合は2%1% もないです多分、うん、まあ今その、うん、まさかの大改革で富士フィルムっていうのはまあ大成功今してるんですけどね、でも写真にこだわってたコダックはまあ破産しましたよね、民事再生アメリカなんかというまあ象徴的ですけど、まあいろんな意味でこの写真業界っていうのはこうなってます、まあ他の業界も似たようなもんですよね、しょうがないんですけど、そういうのって必ずありますけど、で3人で来ててですね、お前らすごいなと思ったんですよ、でこうずっとヒアリングしたらですね、なんとこれ1日何枚出てると思います、ね、こういうんだから想像を超えてました、受注ですよ1日あたり何枚出るか、ね、あんまりそういうのはねもう基準がないから分かんないですけどね、1日500枚、500枚なんですよ、50万でしょ、50万ですよ、で土日で100万ですよ、100万、まあもしですよこうないかも、もし50週1年間やってるとしたら5000万あらりですよ、あの観光地だから今ねああいったこう土日以外でもなんか分かんない、多分平日もあのもう引退した人とかね、なんか OL 仕事ないとかいう人も来てる、まだ分かんないけど、まあ分からんね、本当分からないけど、これ3人で山分けですよ、1700万ぐらい、あらりよこれ、
これはね、俺びっくりしてね。でね、お前ら偉いと褒めた。すごいと。ああ、いや、これが一つのいわゆるこの大手チェーン店じゃなくて弱者零細自営業がやるべき営業方法の一つなんですよ。これはまあ一応理論は知ってたんでね、まあ現実見てなるほどと。こういった営業方法、こう何が素晴らしいと思います？何が素晴らしい？後付けですけど、ね、こんな人たちすごいですよね。やってることのどこが素晴らしいと思いますか？普通みんなしないんです。 99% の人はしません。何がすごいと思います？彼らの客を絞った。え？客を絞った。ああ、それまあまああるかもしれないですね。他にその値段のとこはすごい。まあ値段ね、うん、まあそれもありますよね。その場のいわゆるキャッチセールスです。言ってみたらね、うん、そこの場所に目をつけたと。目をつけた。あ、だいぶ近づいてきましたね。仙台から来た。あ、それもすごいですよね。それもすごいし、独占業務、まあ、別に地元でもいいじゃないですか。山形でもいいんですけど、独占でもないですね。でもない。まあ多少はちょっともしかしたらね、観光のあれ賄賂を渡してるかもしれないですよね。自分しかやってない、うん、いや、もっとどうでしょう。売れると思ったこと自体は、うん、まあね、やってる。あの、意外にゴルフ場では昔から撮ってるんですよ。ゴルフ場で勝手に撮って、連続写真を私も前買いましたけどね、面白くて。20年前、うん、一番やっぱりね、やれそうでみんながやってないことで、こうまあ大半はですよ。ああ、もうダメだ、この通りや、もう商店街ダメだなんてね。ああ、もう福岡でもですよ、バブル崩壊の赤坂欅通りもうダメだなとかね、日本終わったとかですね。まあ日本のことどうでもいいけど、この通りダメだなとかね。いや、もう店ね、お客少ないしとかですね。まあ 99.9% はみんなそんなこと言ってますわ、ええ、ならばどうするかというんですよ。移動、そう、もうだいぶ近い。だからそれを何て言いますかね、移動っていうか、え、行動する、行動、だから具体的にはどういったことですかね。例えば飲食店やってですよ、この通りダメだなと、店全然来ないやなと。でもそういった飲食店があることをやると売り上げ伸びますよね。何でしょう、それは。全然この通り来ない、店いないよねと、来ないよねと、店にと行った場合どうします？頑張ってる飲食店は実はあることで売り上げ上げてるんですよね。店に来ないなら客の方に行くという、近づくと。これ接近戦ってやつですね。まあ、具体的には出前するとかですよ。ここで言ったら客の集まってるところまで行ってるってことです。ああ、これがすごいですよ。これがで、大手エリートはしませんね。しないで、行ってもですよ、やっぱ恥ずかしいですよね。私みたいな嫌な客がいらんよお前らバカがってね、やっぱやるんです。やります。それで多分心が折れてね、今の日本人弱いから心がね、もうそれで、ああ心折れた、もうそれでダメですよね。で、相変わらず店で待って、チラシだネットだ、向こうから来るやり方だけでね、集客だっていう集客コンサルタントに騙される。ちょっとここで 笑ってほしいんですけどねそれはチラシやるって言ったら十分使えるしね、いけますよ。いけるけどっていう感じですよね、うん、まあまあそれまで別にいいんですけど、みんなが同じネットリスティング広告のやり方、チラシのやり方身につけたら同じですもんね。勝てないですね、うん、勝てない。で、その場合はこっちから行くってことですよ。インバウンドじゃなくてアウトバウンドですよ、はい、もちろんそれしなくて自然にお客さんから選んで買っていただける、まあ、これが本当のマーケティングっていうことですよね。自動的に売れる仕組み作り、別に集客チラシがマーケティングでも何でもなくて、全体の、まあ、思わず買いたくなる商品作り、思わず買いたくなる広告宣伝と、思わず買いたくなる店の作りと、思わず買いたくなる接客のやり方とかですね、これ全部含めてマーケティングということを私も半年前に初めて知ったんですけどね、偉そうドラッカーの本を読みまくってですね、思ったんですけど。だからね、まあ当たり前ですけど、当たり前っていうか、まあ、出前ですよ。出前行商っていうかですね、キャッチセールスっていうかですね、うん、客いないならこっちから客のいいとこ行って、いわゆる接近戦ですよ。接近戦です。だからネットなんかでこんなね売れないんですよね、うん、ネットをまあはるかに超えた、すごいなと。かつね、これはもう心理も読んでますよ。こんなとこ行ったら気分高揚してますからね。私も高揚してましたよ。
もうついついそれと自分じゃなくて一緒に行った友達とかお客さんとかね、親とか子供の分を買うっていうね、自分の分ならいらんんですよ。ああ、だからかなんかこうつい財布の紐が緩んでしまう、その何て言うかな、晴れの日みたいな、うん、やつをね知ってるね、この人たちはね、すごいなって実はね思いました。これが一つですよね。あとはこれ話の流れで言ったらですね、大阪にですね、ほか弁屋でですね、今大阪、まあ、ナンバーになったですね、山田、あ、ちょ忘れた、まあ、岩田さんっていうですね、まあ、ほか弁のオーナー、山田中、山田中かの岩田さんやね、うん、あ、前勉強会やってんね、うん、の話を知ってるって人、大阪のすごいほか弁屋ね、えこれはね、別に講師とか我々が指導したんじゃなくて勝手に本人がやり始めて驚いてしまったんですからね。単なる他弁屋ですよ、加盟店ので、6000万の売り上げが9000万になったんですね。これ何年ぐらい、3年ぐらい、ね、3年ぐらい で9000万1店舗で、昨日たまたま私の事務所にですね、一昨日か、ほっかほっか亭の方、ほかなんだ、なんか2つも分かりましたよね、ね、ダメな方ですよ、元ダイエー系のダメな方の鹿児島のスーパーバイザーの人が将来独立したいということで事務所に相談に来て、まあいろいろ話したんですけど、でこの数字言ったらこれ相当すごいと、他の屋で1店舗で9000万なかなかないですってね、まあ一応大阪ナンバーになってるんですけど、この、うん、他部屋がですね何やったと思います？商品同じですよね、チェーン店だから全店同じやつ、まあ場所もまあまあ大阪上新庄という総大社当然ない場所、まあ今営業方法です、営業方法をやって、ある営業方法をやって、まあこうなったんですっていうのを、まあ、私たちの勉強会でも何回も話してもらって、はあって、で相談なんかね受けたような気がするけど、ほか弁屋でしょと、ほんなら、ね、コンビニの相談受けるみたいなもんで、ほな本部に聞いたらセブンイレブンのねっていう感じですよ、ないよ何もやることは俺たちはみたいな。あ、でいいですね、この他弁本部から13年間一度も指導ありませんって、ね、13年ぐらいね一度もなかったって、だけどちょっと追い込まれて、あ、要はですね、たまたまこの横の美容室が同じ立地で良くない立地なのになんか繁盛してると、うん、でまあ聞きに行ったらしいんですよ、なんで繁盛してるんですかって、いやー実はランチェスター系大阪っていうね、ちょっと今身内の話を用意してますけど事実だから言いますけどね、ランチェスター経営大阪の経営の勉強会に実は行ってましてと、その勉強会でやってることをねやっていったら売り上げ今伸びてるんですと、ほうってね、それでまあその弁当屋もランチェスター経営井上さんのですね、本人にあんまり冴えない人間なんだけどコンサルタントとしてね、ねえ全然なんか頼りないですけどね、まあまあどうでもいいですけど、まあ、本人はどうでもいいです、教材が素晴らしいんだよね、まあ、私たちの師匠武田陽一なんで、まあ、半分以上の人は合わないと思いますけどね、眠いんでね眠いんですけど、またその話みたいなね、同じ話を30年間毎回話すんですけど、まあだからよかったりするんですけどね、真理は一つなんで話しても9割みんな忘れてしまうんでですね、で、まあ、そこで勉強会に行って、そうかと、そう美容師さんと同じことやろうと、営業活動とお客さんのフォロー活動で、まあ、2つのことをやりました、大きく。それ聞いた時ね、嘘やろと、弁当屋がそれやるわけみたいなね、一つはある意味では、うん、まあたまに聞きます、そうやってること、もう一つはそれも聞いたら、あ、それねと、反則のやり方としてそれですかと、だけど弁当屋でしょと、信じられんと言うてるからね、うん、聞けばみんな知ってる反則のやり方2つですけどね、それは弁当屋がやった、何やったと思います？まあ、私はネットじゃないですね、うん、2つ弁当屋として販促活動、売り上げ伸ばそうと思って、まあ、美容室はそのうちの1つしかやってないですね、弁当屋が売り上げ伸ばすには金はそんなにかかってないですね、まあ、さっきの延長ですわ、例えばこういったやつの延長、一つは出前、要はそのデリバリーの仕事を取ると、要はその名刺とチラシを持ってこんにちは、これはやるべきですけどね、大変な人はやってないですけど、単なるポスティングなんかで効果ない
ですよね。なあ、まあ、そんな山ほ入ってますから競争に負けると。でチラシの配り方で単案ポスティング折り込みよりも10倍以上効果があるのは何でしょう。現物ですか。現物、ああじゃないですね。あそれいいですね。あそれいいかもしれないですねあ今聞いたけど、あいいね、持ってって試食ね、あいいかもしれないですね。いやいや百貨店のね、何だかんだ言っても百貨店の試食ってやっぱすごいですもんね。あれ食ったらやっぱ買いますもんね。私買わないけどね。あれで昼飯おかずコーナーとで、鶏飯とかでね、4日ぐらい過ごしたことありますよ。食えなかった時、東京で出したらしてダメな時ですね。今日は伊勢さん、明日は小田急ってね。ああで気づいたけど長くできない、それはっていうのは顔がバレてしまうバレてもやらんといかんね、本当はね。そういうのはまあそんな恥ずかしさでも私やめてしまいますけどね。うん、はい、あ何でしょう。チラシの配り方でもうかなりいい線いってますね。チラシです。弁当じゃなくてチラシ、試し券、まあそういうのはそういうのはあんまり関係ないですね。もう今ほとんど正解なんですけどね、弁当じゃなくてチラシを持って、こんにちはと、あずいっすねと、近くのオフィス工場を中心に一声かけて面会をして渡していくと、ああいうね、単なるポスティングじゃなくて、これはね、まあ、私も実際経験したし、この本の中にも書いてる広島の、ですね、柳生さんというですね、讃岐うどんのお店が、まあ、一応私の本をだいぶ参考にして大成功して、でその後調子に乗って、その本に載ってる柳生さんというのはナンバー2の人間だったんですけどね。社長は中小企業診断士で何もしない人間と、現場をと、ああ、ね、原田さんみたいなの珍しいですよ、ああいうのは。商工会員指導員でもね、普通何もしないですからね、うんと、まあ、半分ほとんど公務員感覚でね。商工会もね、どんどん潰れていくのね、これからね。いやどう見てるんですか。いや絶対潰れます、どう見てもね、全体的にはね。ああだから今日みたいな有料って珍しいですよ、商工会で騙されてきてるでしょてかまあで講師なんかほら誰も知らない、でまあ話がいいなら行こうかという感じでしょ。講師じゃなくてね、でしょ、入ってねいやそうだ、大体そう、いい組織会社はそうなってるんですね。それが理想なんですけど、まあまあだからチラシを持って、うどん屋、うどん屋ね、私はそうそう、そのうどん屋は一応私がまあ指導っていうか私の本に書いてるんでね、私の場合は本当格安だよね。大事なことは全部本に1500円にしてるから、コンサル料払う必要ないんですよ。私はいい本書いてると思うんで、それに全部ノウハウ載ってますわ。顧問コンサルが年間200万取るような内容がもうある程度入ってるんでですね、その通り忠実に実はやっていったら、もう10倍どころじゃない、ポスティングとか折り込みの10倍どころじゃない、30倍ぐらい効果があると。いやうどんの配ったチケットにサービス券とかつけてるんで戻りが分かるからと。そらそうですよね、単なるポスティングと単なる折り込み、まあもう敵だらけですよね、そのポストの中で、新聞の中で敵だらけですよ、まあ、持ってオフィス街、そのうどん屋も広島の、里屋って言いますからね、そこをまあそうやってこう挨拶回りして、あそこの里屋です、うどん屋で熱いっすねみたいな、暑い時は熱いやつがいいですよみたいなね、まあそんな一言やりながら、2000件か3000件ぐらい、まあ、正直言ってやっぱパッパッパッと配るのに比べるとめちゃくちゃ労力かかります。だけどだってお怒らせされることもないし、あご苦労さんとかね、会話もできて最高でしたと、で結果も出てってね言ってますよね。ですから単なるポスティングとか折り込み系やってる方でもしあれだったらですね、騙されたと思って、一般家庭でもですよ、別にね、ピンポン鳴らして、すいません悪徳じゃないですからとみたいなね、でこうちょっと挨拶が来ましたとか、お忙しい、あすいません、じゃあポスト入れておきます、よろしくお願いしますという程度のやっぱ接近戦をですねやってみてください、うん、そのね、やってみないと分かんないし、どう見てもいいでしょ、やった方が効果あるに決まってますから、単なるポスティングと折り込みに比べると、まあこういう、こういわゆるさっきから言ってるのは接近戦というやつだ、接近戦、同業他社が手抜きで単にポスティングしてるだけ、地域端子出してるだけ、ネットやってるだけだったら、その先を行くお客さんへの接触ですよね、接触ですよ、ええ、
それ悪徳系がですね、実はこれ得意ですよね。あと悪徳系が、例えば通販で言ったら安屋があって、福岡でエバーライフ高順っていうですね、膝が元気になるっていうですね、あれ嘘ですね、絶対聞きませんから周りのおばちゃんとかいたら、ね、ダメですよ買ったら。あと悪徳時代から私付き合ってますんで、15年前のですね、いい創業者っていう。まあその後まあまあいろいろね大成功はしたけども、会社も売却しました。創業者ですよ。ちょっと今脱線ですからね、いくらで売却したと思いますよ、自分の会社を。まあいわゆるアメリカ的な超大成功ですね。自分で創業した会社を、まあ、売却 OK して、もう今リタイアみたいな。工順を売却したんです。今オーナーは3社目です。今買ってるオーナーは多分後悔してるでしょうね250億で売却、大成功ね。キャッシュ入ってきて、E さんっていうね、15年前私が福岡でやってる九州ベンチャー大学で勉強会にね、1年以上毎月ちゃんと来てましたね。その時は私が講師じゃないんですよ。武田陽一とあといろんな経営者が代わり番号で講師をやる勉強会に、まだ悪徳時代に来てました。悪徳時代っていうのはですね、いわゆるそのダイエット商品の購入者リストを手に入れて、ダイエット相談センターですって電話をしてですよ、その後大丈夫ですか、お代わりはございませんかとか、なんかいろいろ売り込まれて大変でしたね、こう相談乗って結局また50万100万売り込むっていうです。それからカモリストってあるじゃないですか、何回も騙されるような人がいるんです。そういったのをリストに基づいて電話をしてまた売り込むって悪徳やってたんですね。で私はその会社の広告を作ってたんですよ。私も心痛かったですよ。もうすぐ行って分かりましたから、雰囲気で悪徳やなみたいなね。ただいい社長も金子も分かるだろうと、俺もねいつまでもこんなことやりたくないんだよなってね、なるほどねってね思いながら、一緒に私は広告でお客を騙して、この人たちは電話で騙してっていうね、まあ悪の一味だったんですけどね。ちょっと笑ってほしいんですけどね、で安屋の、例えば安屋なんかの場合は、まあ、いわゆる綺麗な通販です。こっちからお客にガンガン営業電話をすることはないです。とか例えば工場あたりになったらまだ宣伝で一応ね、カモで引っかかってきたお客さんがリストできますよね、でこっちから電話するやっぱ未だに。最終管制約もそうでした。ドモリンクルも、昔悪徳で有名でしたね。それで大クレームになって、なんでそうなんかな、そうなんですよ、女性に聞いたら知ってますが、もう大体そういった営業、悪徳系になればなるほど頼んでもいないのに、さ通販では頼んでるけども、その後お客リストを手に入れた、既存1回でも注文があった、だ向こうからガンガン電話する悪徳系は、安屋あたりは一切しない、お客さんから連絡のを待ってるだけだけど、これは言っときますけどね、待ってるだけで売り上げ伸びるっていうのはこれ強者です。で商品量がすごいとか、大手一流エリートはそれでいいんですもしそこまで商品力がない場合はですよ、悪徳はまあね、まあ悪徳でも私は、ね、いいと思いますが、もし追いかまれてるんだったらしょうがない、私は絶対そんなやつは友達になりたくないけど、ね、聞いたふりしておいてくださいガンガン直るとかいうやつをやればね売れるんですわ、はっきり言って電話すれば、友達ネットワークビジネスと同じですよ、持って行ってね、近づいて行ってこうやればね、まあ1割ぐらいしょうがない買おうかなったりするし、あとは忘れてるんでお客さん大概注文ですね、電話かかってきて営業電話です、アウトバウンド営業ですよ、やればやっぱ売れるんです。待ってるだけじゃなくて、広告宣伝ネットの反響だけを待つだけじゃなくて、一度でも注文があった、もしくはサンプル請求があったっていうことは、向こうにとってもこっちからアプローチがあっても、いわゆるその違和感がないでしょ、ないんですよ、そこをもうまく電話しないといけないですよね、アウトバウンドで、そうやると何もしないよりはやっぱり電話、もしはまあはがきでもいいんです、売り込み、安屋の場合は綺麗なダイレクトメール開放だけですからね、それだけで注文は来る、来ますけれども、普通の会社はそうじゃそうはいかないと。だから三流二流の後発の、三種眼製薬とか、さっきのその工場みたいなところはいまだにね、実はアウトバウンドで定期的にこっちから電話をして売り込んでいってます、これはある意味ではね、やらないといけないと思いますね、私はね、商品力がない場合は、もしくはそのいわゆるその黙ってても注文来るような、宣伝マーケティング力がまだついてない場合は、こっちからアプローチする、ようなことがね、必要ですわ。待ってるだけだな、やっぱりですね、やられますね、次々そのうまい広告、ネットの宣伝の仕方、集客の仕方、うまいやつが次々こう出ますんでね、
まあそっちを磨くだけでもまあ別にいいんですけど、なんか話がえらい脱線しましたけど、でこのほか弁屋やってることが一つはですね、ですから宅配の営業です。事務所だ、工場だ、老人ホームだ、こう回っていって、すいませんあれだったら配達しますよみたいなね、意外に知らない、えほか弁屋も配達するのみたいな感じですよ。実は今コンビニも競合が激しくなってるんで、できるコンビニさんは、いわゆるコンビニが宅配やってますよね。宅配だけど多分知らない人が大半、てかやっぱり嫌だから、そんな営業活動するの嫌なオーナーが多いんで、それはしてないですけども、まあやれば売り上げやっぱ伸びるんですけどね。あともう一つやったこと何だと思います？で売り上げ伸びていったんですよ、弁当屋が。普通ありえないですね、ほか弁屋が。まあリフォーム会社はやるでしょう、新築もやるでしょう、はい、俺の手紙。おその通りです。はがきをほか弁屋がね、その全員じゃないですよ、よく来る人たち、お得意さん週3日も来るとか毎週来ていただく、ああもうずっと10年も来ていただいてる方で、すいませんもしよければなんかちょっとね、出したいんで特売とかもあったりするんで、お名前いただけますかっていう感じで、まあリストを書いてもらって、た人だけに一応出してるんですよね、はがきは出して、あとニュースレターも作って、ガリバンズのやつ作ってですね、へーみたいな感じですよ。まあそれ始めて5年ぐらいで、今ではですね、まあいわゆるたまり場、そのほか弁屋が地域のたまり場になってるとかですよ。そりゃほか弁屋からはがき来たらどうですか、ちょっとびっくりですよね。まあそれも人間関係が合う、こっちも了解した相手だったらね、うわーみたいな感じですよね。でそれはさっきの実はこの広島のほか弁屋、うどん屋もそれをやってた、実はお礼はがき出し始めましたね。それ私が指導してない、勝手に本人がやり始めていったら、ただもうやめられないと、そのとうどん屋のナンバー2だった柳生さん、なぜやめられなくなったか、はがきを出すのがもうやめられないと。反応、そう、反応っていうのは何でしょう、返事とか、返事とか、もっと言ったら、まあ、売り上げは実は上がったしと、あとは感謝のことも、そう、ありがとうと言われると、もうそれが楽しくてしょうがないと。ね、うどん屋でなかなかそれはね、こうやってて ありがとううまかった、その程度あるじゃないですか。まああるけども、ね、具体的にその、ね、言葉でありがとうと、あと、まあ、返事も来たりすると、いや、そう、二重の意味でやめられなくなったと、その広島のうどん屋ですよ。でまあところがですね、そのうどん屋の話するとですね、まあいろいろあってナンバー2と、オーナーがですね、まあうまくいかなくなってっていうか、まあナンバー2がちょっと目覚めたんですね。目覚めた、本人は言わない、人間性ができてるから言わないけども、多分こんな社長のもとでやっててもダメだろうなと、多分ね、できる社員とダメ 社長の場合はそうなりますね。まあしょうがないけど、まあやめたんです、やめました。で結論から言うと潰れました、そのうどん屋。やっぱね、単なる社長室だけにこもってる社長がうどん屋をやるとやっぱ潰れるんですね、まあその潰れる前にですね、辞めた柳生さんが今もう一人で自宅兼事務所だけど食えてます、脱サラして。何やってると思います？その元うどん屋、はがきを出してたうどん屋が、私はね耳を疑ったんですよ、何それやるわけみたいな、ね、まああんたなら食えるとは思うけどと、っていうのはまあやっぱ食えてますね、もうすでにね。何やってると思います？うどん屋じゃなくて、いやね、その人はがきに惚れたんです。はがき関連の今仕事やって、自宅兼事務所で十分食えてます。まあ多分5、60万ぐらい稼いでますかね、月ね、自宅兼事務所で。はがきが好きで、はがきの仕事始めたんですよ。なんだと思います？要はですね、はがきの販売、手作りはがき、なんかほらサンマの絵が筆でこう書いてあるとか、なんかあるでしょ、そういった絵手紙みたいなやつですね。はがきだけど、最初からこうイラストがこう筆みたいな感じでカラーで入ってたりするような、それを作って1枚100円200円とか、まあ、50円とかね、まあ、要はその要は僕もうどん屋時代にハガキを出して非常に喜ばれたし、売り上げ伸びたんで、あなたたち商店さんとか会社さんもあれだったらハガキ出しませんかという講演とかセミナーとか広島でほぞほぞやって、ああいいよねと、
いいけど、うん、完成ハガキよりもこのハガキいいじゃんと、もうそれ出してみようかというそのハガキの販売それとあともう一つ、これもちょっとびっくりでしたね。ハガキはいい、その出せばいいというのは分かってる、分かってるけど、まあ、大体いいと思った人の 99% は実際出さないんですね。出さないんですよ。でその人が始めたのは代わりに出しますと、うん、いわゆる印刷じゃダメなんです、あれはやっぱ手書きなんですよ。宛名も本文も手書き、これやっぱ効果は全然違うんですね。まあそれは同業他社が何もやってなかったら単なる印刷でもいいんですよ、プリントアウトでもいいです。何もやってないんだったら心がない単なる印刷でもいいです、これは OK です。だけどそれはよりいいのは手書きですよね、手書きでも書けないということで、手書きの代行を自分とお嫁さんとパートを動員してですねやってましたね。でこれはびっくりした、1枚あたりいくらもらってるじゃないですか、ね、金額。へーと、俺だったらもう逆さましてもそんな払わんと、俺は客に絶対ならんと思いましたけど、まあいるんですね、余裕がある会社でしょうね。でお客にこう真心を伝えたいっていうか、なんかでも自分でできないから手書き出してよと、1万円あたりいくら払うからと。いくらだと思います、ね、まあちょっと凝ったやつですよね、一応筆切りですけどね、250円ってね、そうでしょ、250円も払うわけて、だから儲かってる会社かね、頼んでるところはね、普通は払えないですよね。あ、まあでも結局何も出さずに、まあ出さなくても商品とか設計がちゃんとしてたら、実はハガキも出さなくてもね、ちゃんと仕事は回ったりしますけど、本業がビシッとこうやってたら、うまい飲食店っていうのは何もやってないですよね、フォロー何もやってない、あでも客が満杯、でもそういったものすごい商品力とかね、ある会社お店は限られてますよね、大半はほとんど変わらない、商品力変わらないということは、営業力かフォロー力か、まあそういったやつでごまかす、ある意味でですよ、ごまかすのがいります。あの接客サービス、フォロー術っていうかですね、いりますね。もしくはその新開拓の場合でも待ってるんじゃなくて電話するとかですね、まあそういうのがいるなっていうね感じなんですけどね、うん、まあ今言ってることはですね、まあ分解するとですね、商売っていうのは、まあ一応こう私たちの武田陽一のまあ商売の分解の仕方を今ちょっとこう書いてますけど、商売はこう人物金だというから、まあ組織戦略いるよねと、人あと物、まあ商品ですよね、まあサービス含めて、まあなんか売るもんがないと商売にならないですよね。昨日さっき言ってたあの三宮の生田神社に行きましたけど、生田神社行ったことあるって人、まああんまり関係ないですかね、あそこ地元の人だけ、そのね、まあついついですね、私はああいったとこ行くのが趣味なんで、おみくじを買ってしまいましたよ。ああ200円のやつ3つと、一応嫁さんには、まあ嫁さんとの今はですねちょっと仲がこの数年悪かったんで、この1年間は嫁さんと修復フォロー対嫁さんの営業戦略今実施中でしてですね、嫁さんには300円のちょっとしたなんか鈴かなんかついたお守り買ったんで、まあ4人分で自分の分含めて900円買ったんですけどね、お守りですよ、あのここに今ありますけど、まあ彼らの商売ですよね、商売ですけどね、まあ改めて見ると、あ、まあ おみくじこんなもんですよ、こんなもんさ、ね、これ200円ですよ、これなんか、まあこれ300円、これ印刷会社系誰かいません、印刷会社系、はい、これ原価いくらでしょう、これ原価、まあ数円ですよ、私高校代理店出身だから分かるけど、こんなもん1円もかかんない、まあ1円ぐらいするかもしれないですからね、それ200円、なんという詐欺的商法でしょ、うん、まあ宗教団体系で言ったら、例えばそういったのが商品だったりする、あともっといるわ、こうやるだけですよね、私3000、5000、1万円ですよ、原価ゼロですよね、なんちゅうぼったくりだってね、と言いながら私も伊勢神宮に行ってしっかりですね、これ見せましょうか、見たことないでしょ多分ね、伊勢神宮のお守り持ってる人、持ってないですね、はい、これいくらだと思います、伊勢神宮、
1000円です。一応1000円なんです。で1000円ですけどね、まあ、分解しましょうか。ね、罰が当たるということで、私はこんな無視なんで商売の参考になるかどうかで分解すると、まあ、中身はこんなもん。ああスポンジがあって間にこれが挟まってるだけで、で一応まあ救いがあったね。救いが一応なんかあった。一応ね、一応なんかあるなと。単なる書いたやつをこう板切れやってね、こう、アマテラス、うん、広大神宮、まあ天皇家のねなんか神社かなんかよくわかんないなってるらしいんで、まあこの程度ですよ。箱は限界いくらだと思うんです。で詳しいやつに聞いたら、うん、まあ50円はかかってないなと。そりゃそうですね、こんなぬねに、もうただ同然のこんなもんは。すごい、それ1000円で売ってるんですよ、伊勢神宮は。すごいでしょ。必ずみんな何か買ってますよ。私も行くたびに何か買ってますもんね。すごいなって。で思いを売ってるわけです。思い、ストーリー、物語、なんかあるでしょ。なんか詐欺的マーケティングコンサルタントで、なんか物じゃなくてストーリーを売れとかですね、ストリートマーケティングとか言ってますよね。大体くだらんね、ああいったやつはね。そっちに走るやつはね、私は個人的にあんまり良くない人種が多いと思いますね。詐欺が多いね。だけどまあ神様だって詐欺ですからね。それはそれでやるべきだなと。っていうか、ただですね、まあ一応根拠なんかあるわけですよ。なんかわかんないけど、2500年、2000年前の話がをこう物語にして、それを付加価値でまあ売ってるわけですよね。その物語に金払ってるわけで。だから例えば八津山養生を浴びるっていうのはですね、あれは犬が散歩中のマロンがよく草を食うと。で調べたら大麦のツルツルした葉っぱだと。はあ。で犬でも猫でもやっぱ定期的に草を食って洗浄してると。と思って、それで研究機関に私は行きまして、いろいろ調べたら、実は大麦の若い、葉っぱの青々としたところに一番成分ビタミンがあるっていうのは分かったんですって言ってですね、それで私はもう苦労の末、もう大変な、試行錯誤をやってできたのが八津屋の養生青汁ですと。今まで福岡の、ね、救済まずいもう一杯冷凍の、キャベツのケールのやつがありましたけど、あれあれで素晴らしいんです。素晴らしいですけども、やはり一部で飲みにくいと、冷蔵品だから持ち運びはしにくいというところを、こっちはハトムギも入れて美味しくて持ち休み持ち運びができて、いつでもどこでも飲めるというふうにやったんですというふうにやったら、もう大当たりしましてですね、もう今やね400億うちの、まあ今も売り上げちょっと減ってますけど、青汁は、うん、やずやで、でも50億ぐらいは未だにこう売れてますけどね、という物語を私は社長から聞いて、それをパンフレットにしてですね、こう作っていったんですけども、なんか怪しいと。で死んだ後、創業者が13年前に死んだ後ですね、私実はこういった性格なんで、嘘は大嫌いで、真実を暴くのが私の趣味なんですよね。仕事なんてどうでもいいんですが、でも特に悪徳を暴くのが私大好きですですね。でいろいろ調べていったらですね、なんと昭和30年代に粉の青汁はもうできてたんです、姫路にありました。日本薬品開発という下請けメーカーがグリーンマグマっていう本を、青汁粉のやつを、大麦製のやつをもうすでに作ってたんです。だから古い薬局に聞いてください、昔からある、ね、うん、ところが要はですね、商品はあったけども売り方がみんな下手やったんですね。下手やった、まあ矢瀬がうまかったということなんですけどね、もともとあった商品をこう探してきて、救済が当たってる、すごいなと。だけど矢瀬は実は半年間だけ救済の代理店やって現場回ってたんです。お客に毎日会ってたんです。そこで現場の声してたんですよ、ありがとうって、体にいいよね、でもまずいのよねという声を山ほど聞いてたと。あと冷凍だからとかして、どのここに飲みに行ってねみたいな感じで持って行きにくいしとかですね、そういう現場の声を聞いてて、それで多分ね、なんとかフェアか売り込みかメーカーからので、お青汁があったなと、おこれまずくないじゃんと、もう持ち込みもできるなと、スティックタイプでこれいいなと、青汁が市場があるのは分かってる、分かってるけどもまずいっていう声がある、これ美味しいんだ、それ当たるというのを実は知ってたんですね、ただそのパッと出しても売れないということで、ペットのマロンをまあ犠牲にしてですよ、共犯者にして、こういった物語をですね作ったんです。かどうかは分かりません、真実聞く場合にね、まあ創業者は死んだんでね、
だけどまあ実は、その開発に関わった PR コンサルタントとか何人かに聞いたら、うん、嘘だって言ってたね、うん、あれはもう作り話だと。創業者は言ってた、こういうふうに、ね、物語は特に健康食品はなんかこううんちくをやらないと売れないんだよと。やっぱそうかと思うんですね、うん、まあだから嘘だったんですけどね、っていうのもわからないですけどね、わからないけど、というのは何よりはあった方がいい。でも嘘だとね心痛いですよ、多分普通の人に病んで死にますわ、うん、だから嘘は悪徳で、どう平気な人間は堂々と嘘つけばいいですけどね、うん、まあまあ中ですね。あと人物金ですから、財務金ですよね。はい、あと商売必要なものは何でしょう。商品力、組織力、財務力、気合とかそんなのなくてですね、もっと具体的な場所、まあね、まあ、じゃあ地域戦略と。はい、他にお客、はい、お客、そう、もっと具体的に言ったら客層ですか。ああ、まあ一応そうですね。お、客層とかな、そういった言葉よう知ってますね、すごいですね。それ出ないんですけどね、はい、はい、もっと他に必要なのは何でしょう。会社商品として必要な力、商品力、組織力、財務、資金力といえば、あとありがちな、ありがちなっていうか、まあ多分一番大事な、本当はすごい商品なんてめったにないですからね、大体商品は似たようなものです、みんな。うん、商品の開発力、まあまあ一応この商品戦略とか一応入ってますね。営業です。